はい、皆さんおはようございます。ワドです。今日は2018年3月の3日、16時52分です。よろしくお願いします。デイリーランキング39位、ありがとうございました。いいっすね。なんかね、マンスリーランキングがまた今月分が出始めたんですけど、今何位だろうな。3日時点でね、いいね、マンスリーランキング、現在49位です。アイリカちゃんいらっしゃい。バドツ。マンスリーランキングいいね。いいね。いや、嬉しいよ。みんなありがとう。今月もたくさんアイテムいただけて嬉しいです。ありがとうございます。おはよリカちゃん、どう？文章は。ペコはね、だいぶね、落ち着いてきたけど、まだ噛み癖がすごいね。だいぶグゼリもうまくなってきて、そろそろさえずるかなっていう。イケメンでね、体もでかいんだけどね、ちょっと頭が悪いんですよ。だって、愛子さんがドレさんに会いに行く理由、昨日の夜俺電話かかってきたのよ、愛子さんから。知ってる知ってる。だから、俺が電話して、そう流れで行くことになったの。なつしさんいらっしゃい。ワドツハートありがとう。おととい買ったばっかりだよ、桜買った。おととい買ったばっかり桜文鳥。もともと飼ってなかったっけ、リカちゃん。今飼ってなかったんだっけ、昔飼ってたんだっけ。 また一匹桜文鳥増えたの。あれ、何匹か、2匹ぐらい飼ってなかったっけ。3匹目、3羽目。ヒナをもう1羽飼った。増えたんだ。ああ、そうなんだ。イチローさんはとつバカありがとう。いつもありがとう。なんかね、愛子さん、ドレさんのことやっぱり好きみたいだよ。俺はあれだな、いいカップルだなと思うから、結ばれてほしいんだけどね。結ばれてほしいよ。あとね、限定 T シャツ作りますんで、もしよかったら、よろしくお願いしますね、皆さん。T シャツよろしくお願いします。T シャツに名前入れるんで、もし名前背負わせてくれる人がいたら、呼びかけてください。俺ものんちゃんと旅したいな。お、ニャコワドツ。俺、お前大嫌いだわ、リリー。初見とか見に来なくていいわ。普通に嫌いだから。絡むつもりないから、慣れ合いたくないから来なくていいよ。大嫌いです、僕はあなたのこと。大嫌いです。T シャツはいつ頃発売予定？ああ、まだ未定だな。今月いっぱいぐらいはね、リスナーさんの名前募集しようと思ってる。もう来ないで、気分悪いから。ああ、みすけ、こんばんは。ワドツ、いらっしゃい。おはよう。ヒトラさん、おはようございます。うるさいよ。消えろ、消えろ。気持ち悪い。性格の悪さが顔に出てるよ。今日はメガネ。ああ、メガネしてないよ。まだしてない。あれ、メガネどこ行ったんだろう。おい、キングバスさんはどっち？アパンツさんお疲れ様。いらっしゃい、こんばんは。楽しんでってね。愛子さんとね、ドレさんくっついたら面白いよね。
気持ち悪いおばさん。迷惑だから来ないで。俺絡みたくないあなたと。ドルさん倒れてないか。いや、ドルさん倒れてないよ。ドルさん全然倒れてないでしょ。大丈夫だと思うよ。え、なんで倒れてると思ったの？倒れてないよ。喉がやられてるだけでしょ。喉がやられてるだけ。発狂してるね。おお、谷さん久しぶり。石野とどう？石野に2回ぐらい電話したんだけどね、繋がんなかった。うまくいってる？石野と。もう結構長いんじゃないの？去年からだから4ヶ月ぐらい住んでんじゃないの？もうそろそろあれじゃないの？喧嘩しだす頃なんじゃないの？うまくいってる？この前喧嘩した。あ、電話来たって言ってた。また喧嘩した。何の件で喧嘩したの？どうした？大丈夫？お、帰ってきたかな。開いてない。よかった。うん。はい、カルンさんはどつ花火ありがとう。てめえなんか相手にするわけねえだろ、バーバー。あ、出ていくことになったけど仲直りしたんだ。よかったね。カルンいらっしゃい。かもしれない。これね、ニコ生の時にね、誰かが作ったんだよね。で、結構ニコ生の時はね、よくその顔文字使われてたんだけど。はい、ワード、カメオいらっしゃい。効果ありがとう。花火パチパチありがとう。のんちゃん、コーラある？そっち。のんちゃん。
のんちさんかわいい。のんちさん綺麗だからね。それ歯磨き粉捨てるの？それ捨てる。あ、のんちゃんさ、コーラちょうだい。捨てたもん。飲んじゃったの、うん、飲みたかったな。コップ取って、じゃあ洗ったコップないかな、そっちに。おー、翔さんはどついらっしゃい。愛子さんがね、ドレさんのために動き出したね。愛のパワーってすごいね。愛のパワーはすごくない？愛子さんがついにドレさんのお見舞いに行きましたよ。リアトツですよ、リアトツ。愛のリアトツだよ。あ、大丈夫？ありがとう。あの二人なんだかんだよく仲良かったか。いや、ドレさんと愛子さんすごいお似合いだと思うけどな。いや、今向かってるところで配信が切れたね。昨日電話かかってきて、愛子さんからドレさんがやっぱり好きだっつって。恋愛相談ずっと受けてたんだよね。メガネ、はい、あ、メガネありがとう、サンキュー。アイラ？いや、いいよいいよ。アイラとはもう何回も話してるから。いい。あ、ドレさん何？愛子さんのことボロクソ言ってんの？付き合っちゃえばいいのに。好きなんじゃないの？ボロクソに言ってるってことは。多分好きなんだよ。好きってことでしょ、それ。明日すごい暑くなるんだって。あ、そうなんだ。よかったよかった。もうあれじゃん、暖房切っていいんじゃん。うん、よかったよかった。初夏並みの暑さだ。うん。あ、本当に？そんなに暑いんだ。はい、アミーはどつ？ワドノン&ドレアイコのダブルデートね。ダブルデートしたよね、のんちゃん。ダブルデートね、アイコさんとドレさん付き合ったらするよね。ね、ほらするってね。ワドノリコ、ドレアイコ、なんて言うんだっけ、あのテラスハウス。文章の日がメスだろうと思いながら名前を小町でしたけど、勝って2日目にぐずり出した。嘘でしょ。男の子、いいんじゃない？男の子で小町でいいんじゃない？うん、アーミー風船ありがとう。で、のんちゃん旅行行かない？どこに？どっか、なんか今から。今から？行こうよ、なんかパッと行こうよ。Wi-Fi 借りて。楽しいよ、仲良しだもん。卵つまりね、釈迦卵一回も産んでないから、経験がないから分かんないんだよね。
旅配信ちょっとしたいよね。スタジオにも入りたいしな。ちょっと Wi-Fi レンタルしてなんかやりたいね、パーッと。チトさんはどっち？なんかパーッとやりたいな。気分転換にね。一種のはなんか旅配信やるとか言ってたけど、旅行くのかなあいつ。旅行くって言ってた。なんかそんな配信内容見たんだよな。前からね、旅はやるやるって言ってて、いまだに行ってないんだけど、配信者としてね、一種のも埋もれちゃってるから、なんかうまくね、火の目が当たったりファンがついたりしたらいいと思うんだけど、まあ行かないのかな。弟と約束したって言ってたけど、アーミーも気分転換したい？ 何がいいかね。何がいいかね。アンコール、うい。いや、今、愛子さん向かってるよ。愛 子さん向かってる。アンコールいらっしゃい。昨日すごかったよね。もう何が何だか分かんなかったよね。電突ね。俺も疲れたよ。寝る前の枠だったのにさ。気分、今日彼氏と別れて久々のフリーになった。嘘、別れちゃったの？アーミー、美人なのに。すぐできるよ。綺麗だから、アーミーは。春か、ママ、次の恋が待ってるよ。ドルさんのところ、結局、私、愛子さんは着地点っていうか、なんか着地しなかったんだけど、結局。まあ、会話が散らかるタイプじゃん、愛子さん。で、トークが着地しなかったんだけど、無理やり、愛子さんはドルさんのこと好きっていう結論になったね。意思はね、動き出すのに時間がかかるんじゃないよ、谷さん。人生で動いたことが一回もないんだよ。背中を押されない限り、奴は動かないんだよ。意思の脳の特徴は、人生で一回も自ら動いたことがない。動くのは地球部なの。地球の上に乗っかり続けてるだけだから。明日ドラえもんの映画見に行く。漫画は好きだけど、クレヨンしんちゃんとかドラえもんとかあんまり見てないかな。そういう定番系は見ないかもしれない。歯磨き、爪切り、動き出すのに2日かかるんだ。すげえな、石野。基本的に受けだよね。石野は待ってる感じだよね。取りに行かないとダメだよね。手に入れたいものは自分から動かないと。まあまあ、石野らしくて俺は好きなんだけどね。常に待ち続けるというか、世界が勝手に動くと思ってるからね。まあ、それもまた真理かもしれないよ。彼の生き方だから。やっぱこの T シャツじゃないとしっくりこないね。しっくりくるね。いつもの T シャツだと。そうだね。酒飲むとかタバコ吸うとかセックスするとかにはすっごい能動的に動くんだけどね。おにぎり盗むとかね。何なんだろう。面白い性格だよな。でもね、谷さんから教えてもらったけど、石野はセックス結構腕がいいっていうね。ひろちよさん、アイテムありがとう。アイテムありがとうございます。
ありがとうね。応援してくれてありがとう。頑張ります。最近ねまた花火たくさんいただけて嬉しいっすよ。本当にみんなありがとうね。アイテムありがとう。こんなに稼いでいいのかな。なんか罰当たりな気がすんだよね。まあでもね、いい時も悪い時もあるから、稼げてる時に稼げないとね。ありがたいよ本当に。今日は春が来たね。春が来て天気が良くてポカポカしてて、春大好きだよ。春がずっと続けばいいのに、うん、腕じゃなくてピュアさがいいの。ピュアってわけじゃないでしょ。ピュア、うん、ピュア、まあピュアって、まあ、肯定的に言ったら一緒はピュアかもしれないけど、無邪気とかそういう感じだよな。無邪気、なんだろう、ピュア、でももうあいつも30超えてるんだぜ。何稼げてんのあいつは。配信でお小遣いぐらいは手に入れられてんの。なんだろうね、何かしら生きていく方法考えないと、またホームレスに戻っちゃうかな。大丈夫なのかな。生きていく上で何かしらその金稼ぐ手段みたいなのは手に入れないとダメだと思うんだよね俺は。あいつが一生懸命っていうか、ただ悩んでるだけでしょ。あ、のんちゃんに癒されに来たの。うん、早い話がクズだよ。そう、あー、エセアカに似てるけな。あ、似てるかもしんない。エセアカに似てるな、確かに。タイプ的にそうだね。よ、いい分析だね。気づかなかった。うん。そうだね。石野はエセアカと同じタイプだね。でもさ、まだ、エセアカはまだ働いたりとかさ、その、するじゃん。結局就職したじゃん。だから動けるんだよね。エセアカは。石野は動けないんだよね。今、スイカの課金しに今行ってる。スイカ？なんだろう、スイカの課金って。梅さんいらっしゃい。やるときが高校生みたい。あ、セックスのときだけ高校生みたいな。それ下手なんじゃないの。セックスのときだけ高校生の意味がわかんないけど、ちょっと。その意味が全然わかんないけどさ。だからリリーさ、ごめん。気持ち悪いんだよ。ねえ。消えてくんない。俺あなたのこと嫌いなんだ。まだ言っても分かんないの。楽しくみんなで話してる時にさ、嫌いなの俺あなたのことが。分かる？嫌いの意味分かる？嫌いなのね。関わりたくないのね。でルールを守れないんだったら出て行ってくれない？申し訳ないんだけど、俺あなたと関わる気ないから。別にあなたにも嫌いな人いるでしょ。嫌いな人と関わりたくないでしょ。でここ俺の枠だからさ、別に俺あなたの枠に行ったことないでしょ。あなたと関わるつもりもないし、別に消えてくれない？言ってる意味わかる？日本語わかるかな？しつこいよね。俺あなたが嫌いなんだ。で関わりたくないのね。消えてくれる？悪いんだけど、あなたに関心もないし。はいはい、さよなら。いやリリーってもう、いや嫌いなんだよ俺このおばさん。性格の悪さが顔ににじみ出てるでしょ。嫌いなの。人の悪口ばっかりと見栄ばっかり張ってるから、俺そういう人嫌いなの。人の悪口しか言えない、コンプレックスの塊だから。俺の枠だから俺が思ったことは何言っても構わないんじゃない？あなたは自分の枠で自分のこと言えばいいんじゃないの。別にあなたが自分の枠で俺の悪口言う分には構わないから。
俺は嫌いなもんは嫌いって言ってるだけだから。あなたが喧嘩仕掛けてきてんでしょ。俺はあなたの喧嘩買うつもりないから。別に受話器で好きかって言えばいいじゃん。なんで俺があなたと仲良くしないといけないの。俺あなたに会ったこともないのにずっと悪口言われてんだから。あなたは俺の悪口言ってるよね。だから嫌いだっつってんの。それを受話器で嫌いだっつって何が悪いの。コンプレックスの塊でしょ。ひなあられちょうだい。無料アイテムちょうだい。うん、まあ、さんいらっしゃい。なんかいきなり喧嘩売られてん。受話器でもなんかずっと息合ってん。会ったこともないのに。俺は犯罪者じゃないよ。好きっつうか、俺会ったこともないもん、この人。や、もういいのいいの、ほっといてあげなよ。コンプレックスの塊なんだよ、もう。延長チケット発生。あ、送れない？あ、じゃあもう満杯なんだ。他の人にあげちゃっていいや。ありがとね、まーさん。うん、ありがとう、ありがとう。うん。俺のチンコなんかネタだからみんな知ってるよ。お前そんなので聞くと思ってんの？バカじゃないの？俺のチンコなんかみんな知ってるよな、みんなな。ここで言ってどうすんだよな。それでお前俺がダメージ受けると思ってんのかよ。バカか、お前。お前の顔面の方がお前笑えるわ。よくその面でお前顔出し配信できるな。勇気あるわ。俺のチンコより汚え顔で配信してんだからさ。笑わせんじゃねえよ。本当に。なあ、俺のチンコで笑い取れるけど、お前の顔面の配信は笑えねえんだよ、本当に。きついだろうな、本当に。自分がチンコ以下の顔面なのに気づいてないんだ。会ったこともない表面上のことだけでディスるのは本当だよね。会ったこともない人にディスられてさ、お前私のこと大嫌いって言ったのかよって、当たり前じゃんって思わない？人斬り抜刀斎さ、俺会ったこともないのに悪口言われてんのよ、こいつの呪縛で。で、たまたまさ、そんなことさ、言われたらさ、リスナーに、リリーのことどう思うって、大嫌いだよって言うに決まってんじゃんね。それでこいつが、なんかこんだけ粘着してんだもん。関わる気ねえでしょ。ねえ、会ったこともないのにディスしてくんだから。先にちょいらっしゃい。のりこさんのツイッターの和道さんの写真？え、なにそれ？のんちゃん俺にツイッター上げてる？え、なに？のりこさんのツイッターの和道さんの写真？いや、だからもうこういうのは人間として破綻してんだよ。だから誰からも相手にされないんだよ。人の悪口でしか人の関心引けない。面白い配信できないんだよ。だから嫌われてくの。だからいつも過疎なの。ファンができない。ほっとくしかないよ。この人の人格が破綻してるのはさ、別に俺らのせいじゃないから。もう二十歳超えてたら大人なわけだ。で、いい歳、もう俺よりもだいぶ生きてるわけでしょ。それで、もう直しようがないよ。性格はもう自分で変えるしかない。だから逆に言ったらかわいそうな人なんだよ。それ自分で気づけないんだから。なんだろう、のりこさんのツイッターの和道さんの写真がよくわかんないな。好きな子をいじめ。好きっていうか知らないよ。向こうが俺のこと知ってても俺はこの人のこと知らないな。に ホームレス？トシ君とディスり合いしてたばかりなんだ。なんかもう病気なんでしょ。他人のことを貶めないと自分の優位性を担保できない。
だからこういうふうにもう人のことだから迷惑かけてるっていう自覚がないんだよ、うん、こんだけ否定されてても分かんない、うんうん、誰からも相手にされないんでしょ。かわいそうな人だよ。どうもどうも、いらっしゃい、佐野さんいらっしゃい。リリーさんのイメージ崩れるからって俺このまんまの印象だよ、うん、こういう人だよこの人は。枠見てたらわかるでしょ。大人なんだから自分の言動には責任持たないダメだよ、うん、イメージが崩れるんじゃなくてそういう人間なの。たまに言われるね。たまに言われるけど、俺ハイスターあんまり聞いてなかったし、あんまり意識してないね、うん、まあ聞いたことない。アルバム1枚持ってたけど、なんだっけ、ステイゴールドだっけ。 May I feel the normal life I'm working day today ってステイゴールドだっけ。 I won't forget May I best mistake of ステイゴールドか。 I won't forget、懐かしいね。それしか持ってなかったね。磯六さんいらっしゃい、うん、和道さんの食べてるおそば、あ、そう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 、山形のやつね、飛び切りそばってやつかな。そうだよ、あれ美味しいよね、うん、リュウキンさんいらっしゃい、リュウキンさん正論そう通りだね、懐かしいね。俺でもね、俺がね聞いてたアルバム1枚持ってたの、俺ブラフマンとかハードコア系が好きで、あとミクスチャーとかパンクとかが好きで、あんまりねハイスターの影響受けてない。メロコア好きだったんだけど、グリーンデーとかね、ランショとか、なんだろう、そっち系 BMW とか聞いてたね。たまにねコメントでね、ケン横山に似てるって言われるんだけど、俺は全然、俺の頃はほらケンさん顔出してなかったから。あれちょっと高いけど美味しいよ。ボリュームもあるし、2人で食べてもちょうどいいかもね。リュウキンさんアイテムありがとう、うん、ブラフマンかっこいいよね。そうしろね、トンファーが好きだな。トンファーかっこいい、うん、髪型と輪郭は似てんだ。あ、でもね、ケン横山 YouTube で見たことあんな。あんな語りがかっこよかったね。あの、ギターどういう弾き方とか、どういうやり方とかじゃなくて、俺が弾いてんだよって。俺が弾いてんだから、聞けよって言ってたね。俺が弾いてんだよって。俺が弾いてんだから、俺のやり方なんだよって。俺のギター聞けって言ってたね。かっこいい。うん、ああ二束でね、ちょうどいいかもしんないね、うん、ハイスターそんな儲かってないと思うよ、うん、ハイスター、うん、どうだろうな、売れたっつってもそうでもないから、
まあまあ、バンドマンって結構大変なんだよ。本当に食っていくの大変なのね。CD の人数、まあ、インディーズ自主レーベルだから、ピザオブですよね、確か。だからまあ、見入りはいいかもしれないけど、売れたとしても10万部くらいでしょ。そこまでだと思うよ。いや、人生の長い尺度で考えないと。アーティストは本当に当たんないと厳しい世界だよ。特に今なんかもう食ってけないだろうね。厳しい時代生きてると思う。音楽はもうバブル完全に弾けたから。当時儲けたっつってもな、そこまでだと思うんだよな。一人数千万入った、2、3000万一人当たりも入ったくらいだと思うよ。まあでもね、ライブ強いし、動員がめちゃめちゃあるから、まあツアー回ってれば稼げるから、バンドマンの中では勝ち組かもしれないけど、でも自主レーベル持ってるってことはね、下のアーティストを育てないといけないから大変だよね。 CD は売れないね。アップルがぶっ壊しちゃったからもうダメだろうね。メイキング・ザ・ロードか。あ、100万枚売れてんだ、あれって。あ、じゃあ相当儲かってるか。100万枚売れ、メイキング・ザ・ロードって100万枚売れてんだ。あ、じゃあもっと奥入ってるか。余裕で入ってるか。ごめんごめん。俺10万ぐらいだと思ってた。100万も売れてんだ。それはすごいわ。はい、さ、儲けてるね、じゃあ。アンコール、ごめんごめん。100万枚売れてたらもう、全然奥入ってるよ。まあそれでも奥だかんな。でもなんかハイスターあんまグッと来なかったんだよな、俺の中で。なんであんなに支持されてるんだろう。解放、お疲れ、こんにちは。ブラフマンはね、どこでも行くからね。中国でも行くでしょ。どこでも行くよ。やっぱアーティストはそうじゃないとダメだよね。地方の人は来れないからね。俺ね、でもね、ちょっと東京論語っていい？東京論。俺は、なんか田舎、ほら、成田っていうさ、千葉県のど田舎に住んでたから、こう、田舎育ちなんですよ。で、今でも田舎好きなんだけど、特にさ、ほら、もっと地方の人いるでしょ。山形とか青森とか。で、その四国の人とか。で、若い子だと東京に出て一発当てるんだってあると思うけど、東京はきらびやかでって。俺ね、そう、若い子たちに言いたいことがあって、東京はそれ幻想だよって。俺が東京に住んで、その東京ってどういう街なのかっていう印象なんだけど、俺田舎がすごい好きで、人間味があって自然があってっていう、その商売があって空気があってっていう、そういうのが好きなのね。そう、人が普通に生きていくっていうか。そうで、ここはね、東京はね、戦場。俺の印象、夢の街じゃないの、戦場なんだよ、ここは。俺が好きなミュージシャン、なんだろうな、誰だろうな、ミュージシャン、今の清志郎さんとか、まあ、ブラフマンも好きだし、グリーンで、特にビリー・ジョー・アームストロングとかね、ランショ、ティム・アームストロングも好きだし、ランショも好きだし、なんだろう、普通だよ。いろんなの聞くよ。まあ、あの世に1枚のアルバム持ってく1枚なんですかって言われたら、俺はこれを選ぶかな。ランショの「アンダウト・カム・ジュ・ブルブス」っていう。俺はこれを多分あの世に持っていくと思うね。今の清志郎好き？かっこいいよね。東京はね、そう、ここは戦う場所なんだよね。だから、ソルジャーしか生き残れないんだよ。自分がやってることをかっこいいと思えてるかなぞ。彼をさ、俺がってこと？自分たちがやってることをかっこいいと思えてるか。何の話だろう、それは。主語がないとわかんないな。地元の田舎駅に来て、
マジ泣きそうだった。嬉しいね。ライブ後に普通に話してくれた。また会えたらいいねって言ってくれた。優しいね。じゃあなんで東京にいるんだよ。ああ、いい質問だね。それがね、フルーツ系アムロレイさんね、すごくいい質問で、それって俺子供の頃からこの町にだけは住まないって決めてる町があったの。絶対にこの町だけは絶対に住まないって決めてたの、子供の頃。それどこだと思う？その、もう俺は子供の頃からこの町だけは住まないって決めてた場所があるの。どこだと思う？どこだと思う、アムロさん。これ本当に不思議な話なんだよ。正解は新宿なの。面白いでしょ。絶対に住みたくないってもう本気で思ってたし、本当に思ってた。そう、予感がしてたんだろうね。でもなぜか新宿に今いるんだよ。で、あんまりその気持ちには変わってなかったので、3年ぐらい本当にこの街がやっぱり嫌いだったの。やっぱり嫌いだったの。でもね、5年ぐらい住んでるんだけど、今もうこの街は自分の住みかっていうかさ、住めば都じゃないけれども、つながりができてしまってきてるんですよ。浅井さんとかのんちゃんとか、誰だろうね、 X さんとか、この街にいないとそのつながれない人たちっていうのがだんだんできてしまっていて、人生って面白いなって思うよ。本当に思う、うん。マクセルマーダーのマットのベースソロ、デンデンデレツデンデンデレツケデンデク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 デン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 デクデンデクデンデクデン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 デレツデンデンデクデクデレツデクデレツ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 でしょ。口で言っても噛んじゃうもんね。あれ最高だよね。あれは最高だよね。あれ神だよね。家賃はね、6万円だよ。敏郎は震災に瓦礫処理やってたり、寮連れてきて、あとさ、なんて呼ぶんだ、フグセンさんいらっしゃい。敏郎もね、デビューしてからもう時間経ってテレビ出るようになったしね、カラオケでも歌えるようになったしね。俺はカラオケでブラフマンが歌えた時に感動したけどね、本当に感動した。カラオケの印税がでかいらしいよ。なんか太陽族っていうメロコアバンド知ってる人いるかな。俺は聞いたことないんだけど、結構売れたらしいんだけど、太陽族ってなんかなかった、知ってる人いる？メロコアで太陽族、誰か知ってる人いるかな。結構売れたらしいんだけど、知ってる人いる？太陽族知ってる？で、その太陽族の人が独立して、ギターの人が独立して、そうそう、青春パンクらしいんだけど、太陽族がギターの人がギターボーカルやってたバンドが俺のライブハウスに来てくれたことがあるので、その人にその印税のこととか教わったんだけど、当時曲が何曲か売れて、一番印税ででかいのがカラオケだって言ってた。カラオケの印税だけで18万入ってくるって言ってた、ギターの人は。だから食うには困らないけど、新しいことやりたくてその太陽族抜けてやってるって言ってたよ。で、まあまあこれくらいの知名度なわけじゃん、太陽族知ってるっていう、そんなにいないわけじゃん。それでも16万あるって言ってたからね。あ、16万だか18万だか。配信の仕事飽きてないね。今のところもう配信自体は5年続いてるから、そんなに飽きてないよ。そんなに飽きてない。俺はね、ゴーイングステディとか、ハスキングビーはまあいいかもしれないけど、要はハイスタが流行ったじゃん。そこにね、にわかインディーズブームっていうのが流行ったの。要はインディーズって言ってながら、本当はメジャーレーベルが子会社を作って無理やりインディーズって言ったら売れた時代があって、それがイナゴライダーとかシャカラビッツとかさ、まあ、仕掛け人の人と会ったことがあるんだけど、俺はその頃のああいう人たちはあんま好きじゃなかったのね。俺はその中の人にゴイ捨てがいたと思ってるから。要は、なんつうの、
メロコアじゃないのにメロコアでインディーズだって言ってて、俺はちょっと、まあ、ポットショットは普通じゃないの、うん、俺はあの頃否定派だったね。いや、にわかメロコア好き、いや、なんつうの、メロコアでもなんでもないのにインディーズぶってるやつが、そう、いや、青春パンクたちはあんま好きじゃなかった、うん、スカ、もう本当はね、パンクはスカと相性いいんだけどね、うん、スカパンクってジャンルがあるわけだから。まいちゃんこんにちは、うん、俺はね太陽族の人、要はその俺は太陽族自体を知らなかったからあれなんだけど、その人が出演してくれたかっていうだけ、曲は知らない。出演ランプかっこよかったね。俺はスカパンクが好きだから多分ランシュとか好きだったと思う。ランシュのスカ入ってるから、うん、俺はねミッシェルガンエレファントは好きだったけど、ブランキー・ジェットシティだっけ、ブランキーはあんまりなんか分かんなかった。あの、大体分かれるんだよ。ミッシェルが好きな人はブランキー嫌いだし、ブランキー好きな人はミッシェル嫌いの、なんでか分かんないけど、これ絶対の法則があるんだよ。で、俺はミッシェルガン・エレファントの方が好きだった。ナンバーガール分かんないな、スナッフル・キング分かんないな、分かるでしょ。ブランキーとミッシェルはなぜか対立するんだよね。ロード・オブ・メジャーが一番売れたっていうか、俺がさっき言った嫌いって言った代表格よ、ロード・オブ・メジャーは。要はインディーズぶってるやつね。この空の下でしょ、うん、あ、両方好きなんだ。俺はねマリオンっていう曲が好きだったんだね。マリオンっていう曲があるんだけど、あとサタニックブンブンヘッドとかね。スネイルオリコン1位になった時は燃えました。あ、オリコン1位になったことあるんだ。 BMW かマインドやステップ、どっちだろう。マリオンいいよね。マリオンなんだろう、あれはね千葉さんの声が良すぎるっていうか、千葉さんの世界観だよね。あとカラオケで歌うんだったら太陽を掴んでしまっただよね、あれ。アカプルコに向かってるってとこが好き。小型ジェット機中ってパーティーを続けてた彼女は気づかないままって、あれはかっこいいよね。ゲッタプルーシーね。ゲッタプルーシー、ゲッタプルーシー。そう、日がさー。カオスいらっしゃい。昨日さ、ヨーコちゃんの枠行ったんだよ。そしたらさ、ヨーコちゃんが、和道さんナチュラル好きっすか、和道さんナチュラル好きっすか、私、いいの今度持ってきますよって言って。ああそうだ、カオス兄さんと3人で会いましょうよっつって、ナチュラルが和道さん好きそうだなっつったら、俺バージンだよっつってバージンなの、じゃあなんかそれなんか吸いやすいの持っていきますねって、カオスさん3人楽しましょうって、なんでお前俺に吸わせる気満々なんだよっつってさあの子はさ、あの音楽やってるじゃん、いつかセッションしようねなんて言ったことがあったの、もうほんと1年ぐらい前に。ナンバーガール聞いてみるよ、うん、あ、今バースデーとバンドやってんだ、うん、カオスをビットコインはあ、そうそう、あのさカオスさマジでさ今度さ会わない、あれ教えてよ、あの布の服売ってる場所、無限堂っつってたっけ、ちょっと本当にさ、あの教えてよ、会おう、飯食おうよ、固いこと言わない、俺のこと嫌い、うん、うん、100万から7000円の意味が分かんないけど俺バンドやりたいよ、ここにもギターあって、今でも配信者バンドって言って遊びでやりたくて、俺はもともとドラマーなのね、でもフロントマンに対する憧れがあってギターの練習して、たまに枠で歌ってるよ、たまに枠で歌ってる。一曲歌おうか、一曲歌う、聞きたくない、どうですか今日の皆さんの調子は。一曲歌いましょうか。
一曲どう。あ、ありがとう金梅さん。そう言ってもらえると嬉しいね。聞きたい人手挙げ、聞きたくない人手下げ。ランシド歌うの？ランシド？いや俺ギター始めたばっかだから初心者コードしかできないんだけど、ランシド無茶ぶりきたな。ランシド弾けるかな。コード弾きしかできない。もう本当に練習してんだよね。うん、あの統計取っといてくれてありがとう。ランシドなんかあるかな、弾きやすいの。ちょっと待ってね、探してみるね。あ、いけるかな、コード的にはいけるかもしれないね。ちょっと待って、やってみようか。Echoes of reggae Comes to my bedroom Had a party on X-Opter I'm standing here alone Two lemon in the bathroom And the old man said to a child Oh, now Oh, I got it。 わかんねえな。ごめんね。 Destination Oh, no Ruby, 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 Ruby song Destination Oh, no Ruby, 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 Ruby song無茶振りするからでしょ。はい、終わり。パンクだからさ、いいよ気にしなくていいよ。 あ、そうだったんだ、振りをしてくれたんだ。投げてくれればよかったのに。結構気にしいだね。いらっしゃい、いやよさん。全然気にしなくていいよ。じゃあ今投げてよ。ルビー奏法好きだね。俺はね、あのオールドフレンドっていう曲が大好きで、ベースとギターかっこいいの。テレテンテンテンテテンテレテンテンテンテテンってやつにベースがかっこよくて、ドゥテテテテンテンテンテテテテテンテテテテテン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 。 Good morning, Harriet, you're a cute old friend.Can't see me again, so. そう、オールドフレンドいいよね。あとね、あのノー FX っていうバンドがいて、まあまあ知ってる人は知ってるけど、ノー FX がランシドのカバーしたね、オリンピア WA っていう曲がすごい好きだね。ゴリゴリは聞かないかな。聞いてギリギリ聞けてパンテラぐらい。パンクはギリギリ聞けてパンテラ、鎌首とか、でもそんなにグッとこない。ライトな感じが好きなのね、俺は。軽い感じが好きだから。だからメロディーがしっかりしてる方が好きなんでしょ、メロコアが好きなんでしょ。だからね、俺はね、ランシドは別にティムの歌が好きなわけじゃなくて、ラーズがしっかりしてるから、メロディーが。ありがとうございます、花火ありがとう。ありがとうございます。ノー FX ね、ノー FX はね、こうアップテンポのねバンドだからね。つったんずくてん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 つったくてんつったくてんつったくてん。ペニーワイズ聞いてないね。Jさんどうもどうも。でもね、なんか音楽そのものを本当に下手か上手いかっていうのじゃないっていうのは本当にあって、好きか嫌いかでしょ、何でもそうなんだけど、なんか下手か上手いかじゃないんだよね。ありがとうハート、ありがとうジョジョクさん、いらっしゃい、楽しんでて、いつもありがとうねハート。
なんかね、多分ね、音楽を音楽として俺は多分聞いてるんじゃなくて、ファッションとして聞いてるんだと思うよ。ファッション性が好きなんだと思う、音楽の。その、なんつうの、服と一緒なんだよね。なんかもう子供の頃から、その俺が音楽の聴き方って、このシーンに俺の映画の俺の役者で監督で、俺のこのシーンにこの曲みたいな。戦ってる時はフーファイターズのプリテンダーだとか、練習してる時はベスト・オブ・ユーとか、海辺でこうまったりしてる時はランシドとか。スナッフわかんないね。あ、でもそれはすごく合ってて、そうそう、精神さえ合ってれば音楽は勝手についてくるし、なんか技術って勝手についてくるから、実は精神性の方が大事だよね。下手でいいんだよ。あ、今起きた、ニンニン。俺と一緒だね。おはよう。やばくないよ。俺はこの生活でなんとか生きていけてるよ。俺はなんとか生きていけてる。まあ、もともとね、ずっと音楽やってたから、ドラムね、やりたいね、ドラムやりたいよ。ドラムやりたい。配信者バンド組みたいよね。グリムスパンキーが最近聞いた中ではすごい良かったかな。始発列車はいますか？と撫でてやってくる。寝ぼけた街を抜けだっけ？おはようなんていう気分じゃないの、先がメイル。ああ、ずっと子供でいたいよ。そうそう、石野が教えてくれた。で、ツイキャスで配信やってたから、グリムスパンキーが。見てみて。かっこいいね、あの女の子。石野から教えてもらった。いいバンド見つけました、つって。あの子いいよね。俺はヘッポコドラマーだよ。8ビートしか叩かない。お、カレーをいらっしゃい。でもなんか人生って不思議だなって思うのがさ、その子供の頃、こう、なんだろう、いろんな夢を見るわけじゃん。でも誰かいる？その中学校とか小学生の時にどうしてもなりたかった自分になれてる人っている？この中で。なんかね、俺はそのイメージね、こんな感じの人間、中身、人間とか生き方みたいなのできてるけど、職業ではダメだったね。職業でなれたのは一個もないんだよ。だけど自由にやって、こういうもうわけわかんない生活しててなんとかなってて、そこそこ稼げてるみたいなのが32歳のまんまのイメージだったんだけど、それはマジでビタビタに合ってんのよ。要はイメージね。だけど職業的なものでは何一つ達成できなかったかな。ああ、セーラームーンになりたがってたの。スター、なんて読むんだろう。的な、ごめん、何、何、読めない。スターしか読めない。風船ありがとう。なんだろう。敵になるんですが。ちょっと何の話かもわかんないし。スターツアーズ。あ、スターツアーズね。はいはいはい。わかったわかった。これはね、スターウォーズ、スターウォーズのディズニーランドの、
乗り物があるんですよ。スターウォーズ のアトラクションが。で、それがスターツアーズって言って、要はスターウォーズの世界で、宇宙旅行を楽しむスターツアーズっていうパッケージがありますと。で、皆さん乗りましょうっつって。で、R2D2 がフューンって運転手で出てきて、皆さんこんにちはって言って、そう。これから皆さん何々せー、レッツゴーって言って、うわーんって言ってこう、大好きな子供を怒るから、スターツアーズが。そう、スターウォーズのね、これお菓子ね。クッキー、ディズニーランドの中のクッキーの、美味しいチョコレートクッキーです。そうそう。これスターツアーズ。まあ中身はコンドームなんだけど。これね。昔はね、お菓子全部缶だったからね、缶いっぱいあったんだけど、今缶ないよね、クッキーとかね。子供の頃こんなのいっぱいあったのにさ、缶お菓子ないよね。子供の頃家にさ、缶なかった棚に。で、勝手に食うと母ちゃん怒ってたよね。今全部袋なんだよ。だから缶からがね、集めてた、母ちゃんが集めてたよね。コンドームは何に使うの？いや、コンドームマンだよ、コンドームマン。コンドームマンになるためだよ。そう。あ、家にいることの、あ、アマモちゃんって働いてるんじゃないの？働いてないの？ニートなの？あ、パン、うん、オーラマ。あ、だからパンクオーラマ持ってたよ。パンクオーラマ懐かしいね。持ってた、持ってた。っていうよりも、俺ね、あれ、あ、実家に取りに行きてえな。これだけは実家に取りに行きたいのがあって、あのね、すっごい、すっごいアルバム持ってんの、俺、CD。これね、パンク好きな人なら、知ってるか知ってないか、もう都市伝説になってると思うんだけど、パンクの名だたるアーティストが30秒の曲だけを集めてるアルバムがあるの。ランシド、グリーンデー、ノー FX、日本からハイスタとブラックマン、え？ハイスタ誰とか、もう、世界中の名だたるパンクアーティストが30秒ぐらいの曲だけやってるアルバム知ってる？ 100 個ぐらいあるやつ。100曲ぐらい入ってんの。2分ぐらいのやつ。これなんていうアルバムだったか、俺これ見つけた時超感動して、多分ね、もうプレミア中のプレミアだと思うよ。ネットとかに情報落ちてないんじゃないかな。持ってた？フグ戦。2分ぐらいの曲がブワーって、2分じゃない。長くて2分なの。だいたい30秒ぐらい。もう SE みたいな。そう、すっごいやつ。俺持ってて、もうヒーローだったの。何これっつって、パンク好きの同級生が貸して貸してで、もうレンタルレンタルですよ。もうヒーローだったんだよ、その CD 持ってたら。持ってた？フグ戦。あったよね、そんなの。なんかね、それも、なんかどっかの、なんか東京のなんか、なんとか堂みたいなさ、なんか凝った CD 屋さんしか入荷できないようなやつだったんだよ。いや、それね、なんてアルバム名だったかなと思って。そう。5秒ぐらいで終わる曲もあんの、ほんと。じゃーん、じゃじゃじゃ、わーじゃとか。そう。こんなんもあるよね、伏線ね。そう。つったつくたつったつくた、だれ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 みたいな。曲じゃないよ、これっていうさ。で、ランシドとかグリーンデーも入ってんの。そう。これ曲じゃないよっていうか、叫びだけ入ってるようなアルバムなの。うん。あれはね、よかったよ。あれ、ハイスタ入ってたと思うんだよな。そう。世界中、日本からアーティスト2組ぐらい参戦してたと思う。なんてアルバム名だったかな。あれはね、よかったな。ああいうのはよかったよな。もう企画ものの CD なんだけど、完全な。聴ける曲が一つもないんだけど。あれはいい企画だったよ。着メロとも違うんだよね。だから何とも言えない不思議な、もう遊びだけで作りましたみたいな CD なんだけど、出てるアーティストが世界中のパンクのトップだけなの。だから日本からはそのハイスタが選ばれてたんだけど、何だったんだろう、あのアルバムは。あれをプロデュースしたやつすごいなと思ったよ。もう SE 的というか、もう聞けたもんじゃないの、本当に。曲として機能してないの。でもさ、それはもうグリーンで好きな人からしたら、こんな曲あるんだみたいな。いや、あるよね。伏線、俺が言ってんの嘘じゃないよね。
あるよね。ただ本当にパンク好きな人、メロコア好きな人でもすげえこんなのあるんだって言われてた。持ってたら先輩とかもすげえすげえって、みんなカセットに入れてたもん、俺が回して。なんか限定品だったのかな、あったよね。そう、しかも超プレミアだよねあれ。当時新品でプレミアだったもん。すぐ売り切れて、多分ね日本にそんな入荷してないんだよ。だから多分ね、ヤフオクとかで言ったら多分10万ぐらいしちゃうかもしんない。多分プレミアついてると思う。多分ね、しかもネットで出てこないようなやつってあるんだよ CD って。多分ねネットに出てこないよ、情報ないと思う。で家にその CD があるんだけど、それをどうしても家から回収したいわ今。なんでかっていうと、インディーズのその好きだったバンドの CD があるから、売ってないものがあるの、非売品が。それをみんなに紹介したいんだよね。それをみんなに。あのね、ゴールデンモンキーっていう曲の、ゴールデンモンキーってバンドが千葉県にいて、こいつ絶対もうプロで行くっていうのがあったんだよ。それが、青い衝動っていう曲があって、青い衝動。うん、その青い衝動を聞かせたいんだよ。めちゃめちゃいい曲なんだよ。メロコアで、キャッチーなの、とにかく。ただビジュアルがあんまり良くなかったんだけど、すっごいいい曲なの。あのね、ギターのリフ弾いていい？ギターのリフももうひどいのよ。ギターのリフが、なんだっけな。ちょっと待って、俺がギター下手だから再現できないかもしれないんだけど、ちょっと待ってね。オープニングのギターのリフが、みたいな。もう下手じゃん。こんな、デレデレデツテンデデンデンデツテンツテンツテンデデンデンデツテンツテンツテンデデンデデデンツテデンデデデデデデンっていう。でも、メロディーがめちゃめちゃ、ちゃうんだよ。これね、青春パンク系の派生なんだけど、青春パンクなんだけど、すっごいメロディーが綺麗で、売れ線なの、はっきり言って。絶対売れてたの。要はね、今で言うところの、沖縄のなんだっけ、売れたじゃん。あなたに会いたくてって。あんな感じなのよ。の、さらに切ない感じなの。絶対売れたと思う。メロディーが超綺麗で。なんだっけな。夢は遠く、時に深く、僕の中で消える衝動。今もなお青く光る、僕は立ち止まっていた。でつて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 でつてつて。てんてんでつてつてつてんててんてんでつけてつけてつけて。I can't notice anything of time. I can't. たたたたたんたた。あたたたたらたたらんたんた。あの時々止まっていた。でつてつてつてん。あなたの声さえ聞こえなかった。みたいな。いや、いいんだよ、これが。ドラムがすごい良くて。あのね、メロディーが綺麗で青春パンクなんだけど、伝わらないか。いや、あのね、これは聞いてもらいたいんだよ。これは聞いてもらいたい。すごい良かったの。売れ線なの、すごく。うん。で、バラードっぽいのも良かったし。忘れかけていたって、記憶が今僕をよぎってって。だからね、中学生とかキッズ向けにすごく良かったのよ。そうなんだよね。売れなかったんだよね。多分解散しちゃって、その CD を持ってきたいの、家から。あなたが残した白色の道で、あ、ショートミュージックフォーショートピープルだ。教えてよっさん、それだ。伏線これじゃない、タイトル。ショートミュージックフォーショートピープルじゃない？これだ！え、さっきの話でしょ？教えてよっさんさん。あったでしょ？それだ。多分これ。ショートミュージックフォーショートピープルだ。
これだよね、多分こんなタイトルだったよね。これだこれだ、ありがとう教えてよ、スタンさん探してくれたんだね。こそこれいくら、中古で売ってる今アマゾンで、アマゾンで売ってるかな、プレミアついてっかな、ちょいくらついてるか見てみようか。中古でっていうかインディーズのそのデモテープみたいなもんだから売ってないのよ、俺が言ってんのは。これこれこれ8000円だって、ほらプレミアついてる、8000円だって、8000円、これこれこれ、うん、ねゴールデンモンキーってバンド、今のは俺が言ったのは8000円、ほらやっぱプレミアついてるよ。あ、中古184円、中古で184円かちょっと悲しいな。あの新品だとプレミアついてるけど、中古だと184円で買えますよ、うん、バーベキューいらっしゃい。あ、新品だとプレミアでした、ごめんなさい、新品が8000円、中古だと184円で買えます。これだよね、そうそうそう、これこれこれがすごい人気だった。これ持ってたらパンク好きで仲良くなれんの、これ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 だよ、これ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 、こんだけ曲入ってんの、懐かしい、これ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 、うん、これですこれです、うん、5番目がこれあれじゃん、あの、うん、懐かしい懐かしい懐かしい、これこれこれ、グリーンデー入ってるじゃん、曲名じゃなくてバンド名が入ってるっていうのがいいよね、グリーンデーが入ってる、28にグリーンデー入ってるね。ランシュドはどこだ、ランシュドどこだ、懐かしい懐かしい、ノー FX が40何番目に入ってる、ランシュドが50、下から2番、真ん中の段の下の2番目にいるね、ランシュドが、懐かしい、ああ超懐かしいね。ね、何々聞いてください、何々読んでください、何々の漫画見てくださいはね、一応 DM で受け付けてる、コメントだと忘れちゃうから、うん、すげえ懐かしい、曲数すごいって、だって2秒の曲とかあるの、101バンドだって、でだいたい約30秒の歌が入ってるっていう、うん、ごめん流せないんですよ、ごめん、あの俺の権利が引っかかって YouTube が広告取れなくなっちゃうの、ごめんね、みんなで聞いて、懐かしいわ、でもジャケットっていう文化がなくなったのは悲しいよな、やっぱ物がないとダメだよな、うん、でもはっきり言って一曲も覚えてないけどねはっきり言って一曲も覚えてない、曲じゃないんだもんだって、曲として機能一つもしてないの、うん、同じくだよね、ただそう持ってるだけで価値があって中身に価値が何にもなかったっていう珍しいんだよ、あの曲いいよねとか一切ないのむしろただの雑音というかやっつけで、あーちょっとこういう企画あるからちょっと一曲頼むよっつって、じゃあ家で今弾いていい、わー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 みたいなそういうやっつけ感がすごいの、曲がだからほんと2秒の曲とかあるのよ、そう曲が短いって言ったら曲じゃなくてただの叫びとかだったりするの、だけど名だたるアーティストがバーって、そう30秒以下縛りだね、そう30秒以下縛りなんか曲になってないの、だいたい叫び、じゃ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 みたいな、ずったんずくたんずったんずくたんバビ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 バーとかなんだこれみたいなアルバム、それがずっと続くの101回、うん、あれは何だったんだろう、うん、だただもうファンがメロコアファンが買ってるだけのアルバムみたいな、いやリフの練習とかそういうもうそういうレベルじゃないよ、本当にひどい、もうなんか高校生のなんか
いたずらみたいなノリなの。それが良かったんだよね。曲として機能してないもん。ありがとう、さつきちゃん。花火ありがとう。ありがとう、花火。ありがとう。和道さーん、つってね。ありがとう。フォローありがとう。なんかのんちゃんとどっか遠くに行きたいな。のんちゃん、たまには外行こうよ。のんちゃん、のんちゃん、この間行ったじゃん。この間あれでしょ、ラブホでしょ。じゃあ異国情緒を味わいたいんだよ。行こうよ。 Wi-Fi 借りてきて外配信で。ああ、そうか、今日土曜か。土曜か。いや、のんちゃんね、だんだん鬱よくなってきたね。うん。のんちゃんは最近活動的だから、ご飯も作ってくれるし、いい子な、とってもいい子。カメラ欲しいな。ハンディカム欲しいな。ハンディカムね、ね、動画を撮るんだったらさ、一眼レフ買うのとさ、写真もやりたいなと思ってんだけどさ、今さ、一眼レフのカメラでさ、動画 YouTube 撮影する人とかいいんだ。誰かカメラ詳しい人いない？なんか映画も撮れて、映画もそこそこ撮れて、なんつうんだろう、その写真も撮れるみたいなのって一眼レフ買った方がいいのかな、それとも動画をやるんだったら、映画撮るんだったら映画用にハンディ買った方がいいのかな、どう思う？しげさんいらっしゃい、お疲れっす。ともちゃんいらっしゃい。どっちがいいかな、ちょっとね、どっちがいいか迷ってんだよね。なんかいい映画も撮れるやつでいいのないかな。写真は俺センスめちゃくちゃいいって言われてるね。インスタグラムに普通に写真載せるんだけど、評判はいいよ。写真センスあると思うって結構言われ、 iPhone で撮ったやつなんだけど、結構褒められるね。俺が一番気に入ってんのこれなんだけど、この写真はね、結構 iPhone で撮った中で一番気に入ってて、なんかね、すごく良くない？これ良くない？この写真。今日晩飯わかんない、何食うか。これ結構気に入ってたりとか、写真好きなんだよね。これはね、雲がすごく良かったから撮ったんだけど。おっぱ部長いらっしゃい、うん、写真うまいって結構言われるね。これお台場かな、お台場かな。これは全部 iPhone なんだけど、結構褒められるね写真は、うん、部屋とかもこれ綺麗だった頃の俺の部屋だね。まあ俺が今座ってるところこんな感じなんだけど、綺麗だった頃ね。そうそう、結構写真はセンスあるって褒められるね、うん、
これはのんちゃんのサービスショットね。のりこのサービスショット。たけさんおはよう。美味しそうでしょ。これサービスね。iPhone だよ。iPhone のカメラとか普通に iPhone でパシャって撮っただけ。機材がないから。まあ道具は関係ないんだろうけど。でもやっぱね、いいもの使ってみたいよね。誰かなんか一眼レフとかでさ、使ってないデジカメとかあったらちょうだい。あ、写真センスゼロなんだ。もし使ってないカメラ余ってる人いたらください。捨てるわっていう人。技術あってもセンスなかったらって感じする。あ、10台以上持ってんだ。でもコレクターでしょ？使ってるんでしょ？使ってる人だったらいいけどさ、たまにさ、なんかもう、ほんといらねえわっていう人いるのよ。こんだけリスナーさんがいると。いや、カメラ高いの買ったんだけど、ゴミだわっつって。もう、本当に倉庫に眠ってるわとか、いるんだよ、たまに。そしたら欲しいね。タケさん無理しない、大丈夫よ。大丈夫、大丈夫。携帯のカメラでもいいんだけど、やっぱり限界を感じるの。携帯のカメラだけだと限界ってくるんだよ、どうしても。それでね、やっぱいいやつ欲しいなっていう。そう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 、ボケ、そうそうそう、要は被写体のボケを出したりとか、そういう細かいところがとか、あとやっぱ解像度が高ければ高いほど、フォトショップ使うときに便利だってだんだん分かってきて、まあ、携帯のカメラで今ね、普通の人が使う分には全然十分ぐらいオーバースペックだけど、いや、インスタントカメラ以上の機能はついてりゃいいわけじゃん。普通のコンパクトデジカメの需要はだからもうなくなったよね。でも写真は写真でちゃんと撮りたいなと思ってて、金すごいらしいよね。すごいらしいよね、カメラは。いや、パチスロやめた、やめた。パチスロやめたよ、俺。趣味に金はかかるよな、何でも。本当にそう思う。レンズっていうよね。もう本当にレンズの世界らしいよね。あ、俺は多分デジタルがいいかな。多分フィルムはやらないと思う。要はパソコンの素材だから、動画の素材だったりでいろいろ撮りたいだけだから。要は映画撮りたいのがね、俺よく言ってるのがね、要はアニメとリアルの融合ってよく言ってるじゃん。どういう映像手法を撮りたいかっていうと、背景は写真、一眼レフで写真で撮って、演者はクロマキーでやりたいので、こうすると何ができるかっていうと、フィルターかけて、そのなんつうんだろう、俺のサムネみたいにしてアニメに変えられるんですよ。これをね、やってる監督っていないんだよね。だから、なんつうんだろう。現実の世界観を非現実に、要は落とすっていう手法で、
劇をやりたいんだよね。言ってる意味わかる？写真を加工して要は線に変えちゃうのよ。わかる？で色とかも自分の好きなように配色しちゃいたいの。わかる？塗り絵をしたいので、舞台ができるわけだ。舞台ができて、そこで要はアニメの作り方ってわかるでしょ。要はレイヤー構造でさ、背景があってセル画を重ねて動かすわけですよ。わかる？それってやってる人いないじゃん。それをやったら実写アニメーションができるの。チープな感じを出せるの。それでなんかショートムービーを作りたいっていうのが俺の考えなのよ。いや、アニメなのかリアルなのかっていう、そのなんかその面白そうだなっていう、それをやりたいんだよね、映像表現で。要はアニメとかをこう 3D とかってリアルにリアルにって言ってるじゃん。それって別にでも不気味の壁を越えらんないし、別にそれが達成したところで意味がわからないっていう、そのオードリー・ヘップバーンが生き返るみたいな話はあるかもしれないけど、今あるのね。そういうオードリー・ヘップバーンの過去の素材だけでリアルに見せるとかあるんだけど、そうじゃなくてリアルな方を劣化させた方が面白いんじゃないのって思うんだよね、俺は。それをやりたいの。そしたらその吹き出しとか入れ、吹き出しとか入れられるしさ、なんかいろいろ面白いことができるんだよね、俺の中では。それをどうしてもやりたいんだよね。そうすると何ができるのかっていうと、あの実写では無理な、あのなんつうの、無理な構造ができるの。いや、遠近感をわざと狂わせたりとか、急に背景をフィルターかけたりとか、加工がしやすいっていう理由で、カメハメハ打ってる時はなんで背景が白飛びしてるんだとかさそういう表現ができるわけじゃん。白黒っていうか線画だよね、白黒ですらないっていうか。まあ色つけてもいいと思うの。色つけようとは思ってるんだけど、そこはまあ技術的な問題でスタッフさんと相談なんだけど、それをやりたいんだよな。頭の中にイメージはできてんだけど、やっぱりそのいろんな人の力借りないとできないから、それで映画難しいなと思ってんだよね。要は実写コミックってやつだ。実写コミックっていうジャンルを作りたい。で、それの面白いところが何ができるかっていうと、たまに一瞬だけのんちゃんが描いたイラストとかに差し替えたりとかもできるわけだ。面白いじゃん。どん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 虚像の世界、レイヤーにレイヤー重ねていけばいいわけだから、急にそのなんだか分かんなくて絵を描き足したりとかもできるわけですよ。本当のペンで描いたやつとか、そういう世界観を表現したらいいんだよな。カールザイス、いくらぐらいで買えるんだろう一眼レフって。洋平さんこんばんは。はい、まいちゃんこんばんは。お疲れ様。
そのアイディア自体売れそうじゃなくて俺の表現として持っておきたいから早めに出したいのよ。早めにやりたいのね。要はやろうと思ったら誰でもできちゃうけど、そのイメージの頭の中の完成形は俺の頭の中にあるわけじゃん。でその脚本とかもあるんだけど、でも金も時間も人の手間もかかるからね、やっぱ今の俺の実力だと無理なんだよね。特にその演者が必要だっていうの。ルノアール全国あるかどうかわかんないな。それ調べてみて。東京にはたくさんあるけど、まあでも千葉にはなかったかな。ルノアールあんまなかったから東京だけなのかもね。ルノアール結構まあ東京住んでる人は定番だけど。トモさん風船ありがとう、いつもありがとう。寄り目の通常枠珍しいかな。普通にやってるけど。名古屋のキングいらっしゃい。どっちでもいいのよ、通常枠でも狐枠でも。楽しかったらどっちでもいいの。やっぱりアイディアよりも実行力だからな。やったもん勝ちだよね。のんちゃんそっちに携帯電話ある？
HDD の箱、あ、これね、アーカイブをね、全部この中に保存して、データのバックアップ取ってるだけだよ。こんな大したもんじゃないね。いや、もう中から取り出してる、取り出してる。中から取ってるよ。名刺作りてえな。おお、チェリーさんいらっしゃい。あ、今、あ、そうなんだ。名前変えたら分かんない。ゴルゴさんか。はいはいはい。名前変えたら分かんないよ。名刺作んないとなぁと思ってんだよね、そろそろ。なんかね、最近ね、名刺持ってないとちょっとやばいなっていうことが多くて、名刺でも作るか。肩書き何にすればいいんだろう。肩書き何名乗ればいいんだろう。俺って何名乗ればいいと思う。一般の人に配る名刺ね。何がいいかな。
前科3班始末でいいのかな。いきなり前科頼んの、全く知らない人に。絶対付き合いたくないでしょ。お断りでしょそんなの。寄り目。なんで寄り目って入れんの。見たらわかるでしょ。名刺渡すんだから。配信かくらい。配信かね。なんだろうな、名刺何がいいんだろうな。なんで肩書きがいいんだろう。難しいよね。よりめっち。いやいや、話にならねえな。話にならねえな、お前ら。無職？うん。なんちゃって配信業。いや、配信業はなんちゃってでやってないんだけどね。ちゃんとやってるし、成立してるから。別に配信業は堂々と名乗っていいんじゃないの。なんかある。そこは堂々と名乗っていいんじゃない。なんか職業を名乗るときにすごく難しいよな。なんて説明したらいいんだろうって毎回思うもんね。無職。あ、無職の名刺っていいね。確かに肩書き無職って書いてあったらかっこいいね。無職ワドって書いてあったらいいんじゃない。いや、コンサルタントはするつもりないかな。あ、評論家おか、あ、サブカル評論家。評論家名乗れるのってなんだろう。何評論。ネット総合サービスではないと思うんだよな。コンサルはやるつもりなくて。あれ、珍しい人から電話だ。もしもし。はい、どうした。いや、マンスリー1位取ったのすげえなと思って、おめでとうって言おうと思って電話しただけ。常に1位だし。いや、でも前ね、先月あんまり配信やってなかったのにすごかったね。いや、当たり前だよ。どんだけかっこいいんだよお前。なんだそれ、当たり前だよって返しねえだろ。いや、でも当然かな。あ、そう、来月も今月も来月も当然。何。いや、でもリスナーさんのおかげだかな。何それ、すげえ腹立つんだけど。何なの。そうしか言えない、やっぱり。なんでそんなにそのトップでいられるの。いろいろ教えて。俺でも42位まで上がったんだよ、アイラ先月。いや、だからそれはもうノンフィクションチャンネルって知ってる。あと知らないと思うけど。あ、知ってる知ってる、登録してるよ俺。あそこにね、上がってる動画でね、俺ワドを褒めてる動画上げられてんのがね、イラッとしたけど、あるよ。あ、そうなの。俺これ上がってんのやと。俺のこと褒めてくれたの。いつねやってからアイテム増えたよね、一気に。それは分かるでしょ、自分で。いや、増えたの、キツネが原因なのかな。アイラどう分析するの。俺分かんないんだよ、正直言うと。いや、俺も分かんない。俺は、キツネやってるワードを見て、上がってんなと思う。いや、それがね、アイラ、ちょっと相談いい、花火のことで。リアルな相談ならいいよ。リアルな相談。あのさ、花火師さんがさ、急に来たわけじゃん。で、
全部そう、ステアカでフォローしてないステアカの、これどう分析する？アイラだったら。ちょっと聞いていい？じゃあさ、最近の花火上がってるのって複数じゃないの？複数なの。だから複数複ステ数でア、しょ？そう、複数で、でも爆投げしてる人はステアカで、要はフォローすらしてなくて、で、急に上げてくれてるから。いや、それいいじゃん。俺だっているよ、いっぱいそんなの。あ、いっぱいいるよ。でも、あれだよ。毎回、その、なんつうの、何日も見に来てくれるのに、フォローされてなくてだよ。花火投げる人によっては、フォローしないで投げたいって人いんの。逆に、変に、意識されたくないって人なの。なるほど、ないるるよ、ほど。たくさんいる。そんな1年でたくさんいたよ、そんな人。あ、そうなんだ。そうなんだ。キツネの方が楽しいんじゃないの？ああ、キツネやった方がいいんだ。じゃあ、キツネ続けるいや、わ。違う違う違う、和道はどうなの？え、俺、まあまあ、ジャンルは違うと思うけど、通常とキツネって、どういう感じなの？違いは。正直言うと、どっちでも、俺はほら、ニコ生に慣れてるから別に変わんないって感じ。どっちでもいいって感でじ。も、キツネの方が楽しそうだけどな。でも、なんか勝手に思ったけどね。いや、あんまりどっちでも楽しいね。コメントがあれば楽しいって感じ。キツネの方が走らない？まあ、結果ね、アイテムもらうこと多いね、キツネの方が。確かに。蓋開けたそうら、だよ確ね。かに。いや、そうでしょ。いやいや、それはぶっちゃけようよ、そこは。いや、いや、そうだなと思ったんだけど、正直俺言うもね。と、キツネの方が俺は精神的に辛いよ。メンタルがね。メンいや、タルメンが。タル弱い。そうさ、メンヘラはいつまで引きずんの？もうメンヘラじゃねえだろ、もいや、メンヘラでしょ。う。いや、いつまでやんだよ、それ。いやいもうや、メンヘラっていうのをやめろよ、もうずるいから。何ずるいって。いや、メンヘラだもう、もん。メンヘラじゃねえじゃん。いや、メンヘラ、メンヘラ。じゃあ、いつまで言うんだよ。いや、だってさ、もう、いや、和道はでも、俺が和道認めてるところは、多分、和道もリスナーも知ってると思うよ。最近生活保護系の配信者増えてるじゃない？増えた、増えた。ああ、知ってる。知ってる、西川そさのんと中か。で、全然和道とモチベーションも何にもかもが違うような、もう開き直ってる。要は生活保護要は生に活保護ぬるま湯に使ってる人たちね。みんなの税金で俺ら食ってんだよ、どうしたみたいな、煽るぐらいのさ。でも、和道ってずっとそういう煽ることはしなかったじゃん。そうだね、ごめんねって言って、いつか抜け出すよっそうて。そうそう、ずっとさ、生活保護っていうのは言ってきたけど、俺いは、つか稼いだら絶対生活保護俺は切るって言ってきたけど、払ってる奴らのおかげで俺ら食ってんだよ、売りにしてる奴らが増えてきてるんだよ。確かに、わかるわ。それてすごいめえわら、かる。だからお前らは貢げと。俺はその金でてめえ、お前らの金で俺は食ってんだよと。いや、まあ、そういうやつはどうでもいいけど、イラッときたけまあ、ど。確かに、わかる。そうでしょ。だから、和道のスタイルはすごい。いや、でも、いや、俺は狐やって楽しそうだなと思ったんだよね。まあ、コメントが走れば俺は何でも楽しいから、狐は走った方が、まあ、そういう意味では狐は良かったね。楽しかった、ニコ生みたいで。そう、ニコ生っぽくてね。で、なんかあれだよね、最近狐やる人増えたよね。あ、なんか狐儲かるのかなみたいなノリでね。いや、でもね、キツネをさ、面白いやつってさ、分かれるよね。分かれる。ニコ生出身はでキツネ面白いんだけど、ツイキャスの人はみんな面白くないね。もね、ああ、もうツイキャス出身のやつはつまんないでしょ。つまんない。だって変わんなくない？通常はさ。そう。そいつらはつまんないよね。要はなんかアンチコメのさばき下手。もうアンチなんてほぼ、てか通常放送と変わらないようなノリじゃない？分かる。なんか下手だよね。緩急つけられてないよね。なんか狐をさ、特別なさ、唯一のあれっていうのは、その配信してる主をディスれるってところじゃない？そう。好き勝質手もかけ言えるっなていう。いことをっていう。ね。本音をね。そう。そこをさ、わざわざ自分をディスられる方向に向けていけないっていうやつがキャス勢だなと思って。ああ、それあるね。それ俺、あわるざわね。ざ自分に矢を向けるような配信をキツネできるけど、
じゃないと喫煙の意味ないじゃん。意味ないよ。リスナーからすると何なのって話でしょ。ワード楽しそうなの。だから俺さ、うどれがマンスリー落ちたことについてどう思うって狐でワードに言ったんだけど、ん。したら、ザーマーっつって、もうめっちゃ嬉しそうだよ。いや、だから、ワード狐ありじゃねえかなと思ったけどね。先月多かったね。だいぶ上がったんじゃない？収入は。収入はね、普あ、段マのジだけど。2.5倍ぐらい。相当じゃん。相当だよ。2.5倍？いや、3倍はいかないぐらい。倍以上になった。 2.5 倍って相当だよ。だって先々月がマンスリーランキング圏外で、そっから42位だもん。100万ポイいや、ントだだからも俺は勝手だけど、ん。多分どっか勘違いされるね、ワードは。だから通常枠やってて、こういうこと言ったら、あれだろうなとか。硬いこと結構言うじゃん。ああ、まあね。詳しいけど硬いことを結構喋るから。それが鼻につくんだろうね、多分ね。で、それを狐で言ってみたら、意外に砕けてる人なんだで、ああ。は狐がまったのか。ハマったんじゃないかなと。いや、でも、アイラのあの勝ち方かっこよかったから、ただ単に普通におめでとうって言おうとしただけだからさ。いや、すごいよ、やっぱり。相変わらず心こもってないね。いやいや、本当にすごいと思ったよ。俺、アイラ、もうダメか、いや、本当に俺、アイラはもうダメかと思ったの。本当に今月から。だけど、あそこで一発逆転つうかさ、さらっと持ってくのはかっこよかったよ、普通いに。やー、まあ、心こもってない感が伝わるのがあるよいや、な。心いや、こそもっれはてない。本音だよ、本音。みんな言ってるの、みんな言ってるの。嘘だよ、本音だよ。いや、違う、これ本当に、聞いてみてよ。みんな、アンケート取ってほしい。嘘、いやいや、だから心こね、もってるよ。だから悪気ないんで、和道に悪気はないんだけど、心がね、思ってない感じ伝わっちゃうんだよ。何に伝わるって、俺、心ありこ。がとう、ねえ。で、なんか、こう、なんだろう。なんか、表面で喋ってるみたいな。いや、もう、もろに表面だなっていう感じはあるね。いや、本音なんだけどな、すげえなと思って。いや、それちょっとアンケート取ってほしいわ。いや、後で撮るよ。別に今撮る必要ないでしょ。そっちで撮れば。いや、まあそっちで撮ってもいいんねえか。俺は取らねえよ。そうだよな、意知らねえ味ねえよ。よな。まあ、なんかごめんね、長電話しちゃって。リスナーさん多分、ほら、多分なんだけど、もう、和道切れって絶対連投されてるはずだから、そろそろ切るよ。絶対さ。サイコ感がすごいんだよ。ああ、サイコパス？なんその感じ。いや、最近病んでないよね。最近読んでない。いや、でももうフワッチは絶対やった方がいいよね。やった方がいいと思う。難しいけどね。いや、俺もキツネでは死ぬほどディスるけど、もうそんな通知はディスんないし。で、トレさんなんてもう全然超えてんじゃん。まあ、あんなの。どう思う？トレさんのこと。いや、ドレさん、プライベートでも飯食ったり仲いいかな。おとといも一緒にいたし。あれあんま怒んないからね。あんま言っても結構いいんだよね。なんか、リス。まあ、今、マンスリーで言えば、なんでドレさん落ちたと思う？ドレさんは、まあ、単純にいきなり落ちたじゃん。リスナーに八つ当たりしすぎでしょ、あの人は。だってさ、格闘技、いや、はっきり俺も見たけど、YouTube 見たけど、あの人めっちゃ強いでしょ。強いよ、実際。総合でしょ、あと。総合も絶でき対る。強い人が、配信で花火投げろ、こらとか、それダメだ投よ。げねえやついられねえんだよ、怖いよね。怖い怖い。だから単純に、あの人はダメ、怒り芸絶対ダメだと思うんだけど、素で切れてるから、あれ。まあ、あいつをクズだって言ってくださいよ。ドルさんを？いや、ドルさんクズでしょ。いや、普通にクズでしょ。あれクズだよね。クズだよ。ゴミだいよ。や、あれ言っていけないようなこと言ってるじゃん。いいや、や、だって俺一回聞いたのがさ、6時間放送して3000円花火運で全部合わせて3000、計算してんだよ、あの人。
そうだよ、そうだよ。3000円だったらしいのよ。6時間配信やって3000でも円だって。3000円上げた人がいるわけじゃん。そう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 。一応、そうそうそう。そう。それは、で、和道はそういうとこ言わないんだけど、どれが、金杯に今日3000円で俺のオースやってる意味ねえよ。最なあ。悪、最悪。いや、だからもう3000円上げた人たちがもうそう上げそうられてるそうわけじゃん。そう。それをね、ずーっとやってんのよ、あの人。だからあいつゴミなんだよ。いや、だから、3000円あげてくれてありがとうって言えばいいのに、そう。そうなんだよね。なんか、そういうところあるじゃん。あるあるある。元貧乏のくせして偉そうにした。そうなそういうんだとこよ。ダメだよ。それ本当にダメだよね。人としてダメだよね。本当に俺、だってすげえイラッとしたもん。本あ当。いら、3000円だよ、今日って言って、何がって言ったら、アイテムでーって言ってよ。そう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 。ね。なんか気持ち悪いなと思ったんだよね。以上だけど。ありがとね。頑張っシルバーアクセは、あと2時間喋るけど。2時間喋んの？ だっで、あて、と、シルバーアクセの売り上げは。シルバーアクセスはカルティエを超えようと頑張ってるよ。予約、今で売り上げ予想どれぐらいなの？いや、もう殺到だよ。大体でいくらぐらい儲けれそうないや、ハだードからル1って個、今イだっメーて、ジ。うちの最低価格は1個20万からだから、今日、超高級ハイブランドだから、ちょ待って、1個20、1個いくらなの？そう、1個単価20万から100万がうちの価格帯なのね。ちょっと待って。値段決まってないの？いや、だから人によって足元見て売る。いや、そりゃそうでしょ。すげえ、今のは。いやいや、そうでしょ。うちは最低20今万だから。けど、売れてねえのバレバレじゃん、そのうちの。売れてるもん。いや、それは売れてないのバレバレいだや、よ。売れてるから。じゃあ、みんなで最低価格で売ってんだな、特別だよっつってね。い本当はやいやいや。20万で売ってる人もいるけど、あやめなて。たにはっていう感や、覚やで、めてくあんななただい？け。や、やめてくんない？そういうの。商もう、売、半分詐欺じゃいねえやかいや、よ。詐欺じゃないよ。何が詐欺なんだよ。うちは高いんだよ。いや、だから高いの、高いけどあなたには安いよって言ってみんなにその一番安値で売ってんじゃん。なんで我々営業妨が。害ですよ、あなた。やめてください。これはもうガチだし、いや、だって、てか売れてんの？あれ、あの鍵見てやつ。鍵みたいなやつはまだ制作中だよ。何が売れてんじゃん。いや、まだ一個も売れてないよ。予シル約バーアと、クセどうでもよくシルバーアクセどうでもよくなってんじゃん。うるさもういよ。やめたらどうでもよくなるよな。うるさい、うるさい。じゃあ予約とお金の前金はもらってるかやっら。てねえ。もうこいつ。前金は入いっやてるもう、から。絶対ね、興味ないこともうしないから。もうシルバーアクセ最近してないじゃん。もうしないよ。めんどくせえと思って。いや、ほっめんといどてくくんせない。え。いいじゃほん、ら、別に。こんなの、だから、それはダメだろ。なんで、なんで。いいじゃん、誰もうにシも。ルバーアクセ今めんどくせえんで言われても、もうあかんねん、もう終わってジェニーっつって。いいじゃん、いもう。いいじゃん。いや、いいじゃんって。だって、いいじゃん。バーアクセ。買いたい人が買えばいいん買いだたいよ。と思ってどうすんだよ、じゃあ。いや、だからプレミアだよ。プレミア。中古で出回るの待つしかねあるの、ちゃんと。え。いや、ないけど。ないってダメだろ。まあね。ないの？え、え、ちょ、ないの？ないよ。まだ一個も完成してないよ。めちゃくちゃだろ、これ、どう考えいいじゃても。いいの、これ。ん。いいじゃん。俺は夢を売ってるんだよ。シルバー売ってんじゃねえよ。夢売れねえ。夢でシルバーアクセやるって言ってたじゃん。だ、夢を売ってん売れの。てねえだろ、そ夢んをな。見せて花火夢もらっでてん花の、火こっちは。だから、シルバーアクセをじゃあ買いたいっていう人が、もう予約入れてくださいって買いたいっていう人に売るんだね、じゃあ。売るんだよ、売るんだよ。1個20万からで。連続20万で買うわけねえだろ。買うわけない値段をわざと押し付けて、作ってねえ、作れてねえから、売れない価格を押し付けてるだけじゃねえか、それ。お前飽きたからや。いいめちゃくなぁ。ちゃだな、もうもう。シルバーの話やめよ。めんどくさくなったら、ノンタン出して、キチガイ。なんか、キチガイ配信みたいなのやるだけだろ。ノンタンにキチガイを全て預けてるよな。バレてキる。チガイをノンタンに全部預けてるよな。やめてよ、だからそういうの。みんながそれ乗っかって、ノンタンやばいなって。
で、うん。お前助かるみたいな。やめろよ、そういう、なんか同業のネタばらし。面倒くさもあったらのんたんに全部なんか気違い系預けていさ、や、もうやめだよ、もう。やめて。なあ、わかんないけど。うん。だ、売るんだね、じゃあ。いや、売るよ。予約が来たら。売るんだね。売る、売る。売る、売る気。売る。売る売るが怪売る、売る。売るしいよ、売るよ。めんどくさそうに言うなよ。だってめっちゃ集中してたのお前じゃん。いや、俺はだから売るよ。売る、売る。なんだよ、もう付き合い長いんだから、そういう営業妨害やめてくれよ。もう、4年の、4その年後。金のことに関してはないよ、お前。もう売るんだね、じゃあもう。売る、いや、もうめんどくさい運をやめろよ、本当に。あ、でも売るんで、いや、でもそこら辺きっちりやっとかないとめんどくさいってことを多分ワードは分かってる。いや、あのね、手続きがね、いろいろあんのよ。警察ややにこしい。届け出とか、やそうや、そう。詐欺師って言われてるからこそ、そ本当に詐欺行為はダメなんしだよ。たらややこしいって分かってるんです。だるいってこと。そう。あのね、今ね、あれがあるんだよ。警察署に届け出とかもいろいろあんのよ、ちょっと。あと、そのライセンスの問題とか勉強してて。ちょっといなんろいだろ。ライセンス。いや、ほら、だから、例えばブランドをつけて刻印入れるのってさ、まあ、ぶっちゃけた話、フェイクものとかも出回ってるじゃん。ティファニーとか、カルティエとかって。ああいうのも簡単にできちゃうから、免許とかがあるのよ。それ言い訳にやめましいやた。いや、やめてないって、やってるよ。言い訳にやめましたをやろうとしてるわけ。違う違う、やってる、やってる。大丈夫だいかろいろ警察届けとかいろいろで引っかかっちゃったから無理だったよーをしようとしてる。うるせえいや、いよ、もう。ろいろ俺も頑張ったんだけどよ。悔しいよ、俺も。うるせえわ。っていうのをやろうとしてるとかね。っていうかさ、水増しの問題とかさ、どう思ってたの、アイラは。いや、知らないよ、水増しとか。あのメガホン不正とか、ああいうの腹立たなかったの。全然。あ、水増し不正はずっと前から通報してたもん。あ、でそうだっも、たんずっだ。と動いてくれなかったんだよね。運営さんが。運営ちょっとひどかったよね、さん。うん。ここ最近ね。いや、もう切ろうよ。長いって。何やだ、長くないよ。長いでしじゃあ、ちょっょ、と待って、ワードの配信見るわ。そう、コメント来てるならね、切もう。る。俺はうるさいって言われてるなら切る。いや、俺俺めんどくの、さいなら切ります。いや、違う違う、向こうが、アイラの枠が人減っちゃうって。俺、嫌われてるから。アイラに迷惑かけたくないんだよ。うちキツネだもん。いや、狐え、おも前んキだよ。ツネ聞いてんの？いやいや、違う、そうじゃなくて、アイラの枠、盛り上がる。キツネに飛び出したの？違う違う、終わりだぞ、キツネに飛び出こびてないって、違うの、違うの。俺、もう、何今した。いや、キツネにこびたら、いや、何今日って、かけてきたの、君じゃん。かけてきたらめんどくせんだよ、俺。いや、だから、かけてきた部分に関しては、だから、おめでとうって、マンスリー先月おめでとうって、それだけだって、俺は。でも俺はお前に一個言いたいのは絶対フワッチやめんなよだけは言いたい。あ、俺やめない、やめない。俺は死んでもだよ。死んでも 何それ、こ俺。れだけは守ってほしい。え、いや、これね、もう二度と言わない。ちょっと待って、フワッチが潰れるまで俺やんなきゃいけないの？いや、ダメ。なんで？なんで俺だけそんな縛り？やめるからだよ。ニコ生とかやめてきたじゃん。やめいてきたよ。や、フワッチはダメだよ。まあ、フワッチは好きだから続けてるよ。いや、ワード、いや、あんまりワードのこと俺は持ち上げたくないけど、ワードは分かってない、ある。ま何？だ、言ってよ、言ってよ。分かってないっていう自分で、の。把握できてない、この閲覧の人数の中で、自分が把握できてない、応援されてる人間がいるってこと。ああ、でも、狐やってそれ思ったよ。それを、分からずにいつでもやめ続けてきたんだよ。そうだね。うちのリスナーでもいるよ、和道の配信面白いって。ああ、嬉しい。ありがといるんだよ。う。いるだんだ。から、コメントしてないんだよ、でも。ああ、その中そう。にいるっていうことを分かってほしい。だからもういいのと言わない。ああ、ありがとう。すげえ感謝だわ。いや、これマジだから。マジなの？え、何？俺の放送ロム線ただで。俺は絶対でも投げに行くなっつってるから。なんで？当たり前だろ。なんでそんな余計なこと言うの？たまにはいいでしょ。
誰にアイテム投げたいのって言ったら和道さんって言ったから、うん、絶対和道にあげんのよ。なんでそういう、それ営業妨害でしょ。投げて。いや、行くよ、当たり前だよ。なんでよ。だから、そうやって、うん。いや、こんなこと言いたくない。そう思ってる人がいるってことは、まあ、嬉しいね。他にもたくさんいるんだよ。うんうんうん。そう。俺の見えない場所でもいるし、和道の見えない場所でもいるんだよ。ほう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 。だから、無駄じゃないと思う。多分何もかもが、まあ遅咲きだからな俺はいつも。まだまだだよ。そうだから、その遅咲き咲く前にやめるんだよ。和道はじゃあ咲くまで頑張るよ。咲くまで前にやめるのが、うん、和道なんだよ。え、伸びると思う俺も。でも自分の実力伸びるんだよ。だから言いたくねえけど。いや伸びないと思うよ。だってニコ生も中途半端だったしさ、ふわっちも。だからは咲く前にやめるからだろ。だってもう5年もやってんだよ俺。なんでやめんの。減らるからだろ。ああ。だから減らるなって分かってねえんだよ。うん。だって、うん、コメント少なく閲覧が多いってところに注目すべきなんだよもっと。うんうんうん。あのね、うん、コメントしなくてもただ単に聞いてる人の方がある意味多いね。推しだったりすんの、うんうんうん、で和道って結構別にカテゴリー問わずいろんな配信いろんなこと話すじゃん、うんうん、その中でも割と閲覧って安定するじゃん。あ、そうだね。ってことはどんな配信でも聞いてる、うん、あのコメントしないリスナーが多いってことなんだよ。ロムセンさん多いね、うちは、うん、そこでいつアイテムあげようかと思ってるリスナー多いわけよ。ああなるほどなるほど、はいはい、タイミングを見てるってこと。うん、それはだから途中でやめるっていうのは、うん、もう本当に常軌を逸してるぐらいの行為なんだよ。でもそれは誰にも見えないだけだよ、うん、なるほどなるほど。まだ見えてない、開花してないから見えてないだけで、うん、なんでこんなこと言ってんの俺。いや、勉強になるけど。え、でもそうだよ。おお。じゃあ、要は。他の配信はすごい聞き心地がいいし、うんうん、でも相手も投げるまでの勢いがまだあと一歩足りないだけで、でもそういうリスナーはたくさん聞いてるわけよ。うん、ああ、そうなんだ。だから、俺は思うわけ。俺の思うにはあと一歩。うんうん、ここで、うん、待ってるリサが、でもそういうリサ離れないでずっと聞いてるわけ、うん、じゃなきゃこんな閲覧いないでしょ。閲覧まあ150から200ぐらいかな。だってこの時はこのコメント数なら、うん、平均的に言えばこのコメントの数で言えば、うん、2,30 だよ。うん、そうだね、うん、そうだね。だからそれだけコメントしにくいだけなわけよ。うんうんうん、なるほど、うん、いや本当に聞いてんのお前。いや聞いてる聞いてる。いやなるほどなと思って、そうなんだと思って。俺も自己分析するの苦手だからさ。じゃあ自己分析教えてやるけど、うん、そのまま続けていけば必ず開花するってこと。開花って何よ。大手になるってこと、それとも何アイテムが上がるってこと。いや、全てにおいてうまくいくってこと。全てのおいてうまくいくってこと。 いつ頃よそれは。大手とかクソ分かんないよ。どれが大手って俺言葉は知らねえけど、うん、うまくいくってことだよ。うまくいく。だからそれどれ、自分が求めてるものが手に入るってことだよ。結果が出るのはいつぐらいだと思ってんの。それ分かんない。いつか売れないでずっと和道でいたら結果は出ると思う、うん、必ず。あ、そう。でもそれ誰でもそうだわけじゃねえから。ああ、当たり前じゃん、うん、ね、これ何の話なの。上から目線じゃねえけどな。全く上から目線じゃねえ。いや、アイラはそのニコ生をくぐり抜けてきた、うん、ニコ生の時は俺の方が過疎なんだから。踊より全然、うん、うん。え、アイラって何年やってんだっけ。もうトータル結構長いよね。全部で8年ぐらいだよね。俺の3年先輩ぐらいだもんね、うん、そう。和田の方が先だよ俺は。全然俺5年目だよ今。え、俺5年目だから。アイラの方が先輩なんだよ。俺やった時ワドやってたもん。いや俺5年目だって今。2013年からだから5年だよ。いや2010俺やった時はワドはニコ生で緑コメント赤も、あ、はいはい、コメント、はい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 。いやだからそれくらいだよ。じゃあ俺の方が短いんだ。あ、俺じゃあ8年じゃねえんだ。じゃないと思うよ、うん。俺が先輩はない。ないの？和道が先にやったのは俺はっきり覚えてる。あ、そう。
じゃあまあ同期ぐらいだよ多分。俺、そんな短いんだな。短いね、意外と。俺先輩だと思ってたもん、ずっと。最初緑コメントやってたじゃん。やって、あの頃はだから始めて3、4ヶ月とかじゃないの？うん。サメちゃんは？鮫島さん10年だって、もサメちゃん、最近怖い感じ出てないよね、そんう。出なてに。ないね。っていうか、普通に人が変わった、彼女できてから。すごい優しいよ、プライベートでも。彼女は、だって前もいたじゃん。なんか彼女は。いや、俺、鮫島と喋りたいんだけど、サメちゃん上がんないの。なんで？別にアイラ知ってるでしょ、鮫島さんは。いや、喋ったことあるけど、普通に喋ったことないんだよね。今日は喧嘩みたいな感じで喋ったけど、喋りたいってのはある。だって俺らで言ったら和田は知ってると思うけど、鮫島ってすげえ脅威だったじゃん。いや、怖かっ自た分よ、まで。怖かったよ。だから俺らがデビューした、いや、もう絶対触れたらダメっていう空気だったじゃん。怖いんだよ。そう、俺もニコ生であいつは怖いなと思ってたから。敵に回したら絶対ダメな人っていう。いや、俺本当にそう思ったけど、ふわっちに来て、変わったあよれ？ね。多分ね、変わったのは FC2 だよ。FC2 の頃あたりから変わったんだよ。変わったのかな？いや、変わったよ。じゃあ、俺は弱ったと思うんだよ。いや、俺は弱ったと思ってる。弱ったっつうか、丸くなったんだよ、年齢的に。あと、彼女できたりとどうか。かな？だから俺はそれを確かめたいんだよね。いや、俺はそうだと思うよ。やっぱ彼女幸だから俺せはなんそれを確かめたいの、喋って。だよ。興味津々なんだよね、そこに。何満喫をとか、あ、ごめん。満喫を、何、今初めて頼んだんだけど、どうでもいいんだけど。リクエストねえもん。あいつのフォロー解除したし。きつおっていうやつ全員ブロックね。もうどうでもいいから。何、キツオと揉めてんの？いや、揉めてない。全く揉めてない。あいつが俺のファンだって言うけど、好きだって言うけど、いや、別にいいんだよ。これはね、でもね、マンスリー上位にしかわかんないけど、いや、結局その俺のアイテムを投げてる人をフォローして、花火師、要は花火師を撮りたいみたいなね。だから俺はサブ、そんなに俺、でもあいつは俺のこと好きって言ってたのよ。なるだほど。から、そんなに好きって言ってでもそういう声するなら、じゃサブアカで来いって言ったのよ。人って名前を使わずに、そうだよただね。好きなんだろうと。要は売名なら、な。営業じゃないならサブアカで来ようよって言ったら来ないんだよ。だから、あいつは営業だと思ったから俺はブロックしただけなの。来らねえな、こいつ。要は、爆投げする人がいると、そういう問題が出てくるんだ。そういう人をフォローしていくようなことをする、真似をするんだったらもういらねえよって、俺の放送好きっていうのは説得力ないじゃん。まあ、そうだね。だから別にいいよ、いらねえなと思ったわけ。俺なんか絶対行かねえだろって安心感があるわけだ。要は、アイラの花火師は 窓に絶対投げないからっていうので絡んでも OK っていう判断ってことでしょ、要は。いや、違う。和道とまあ、客か、層全く被ってないもんね。じゃあさ、和道はさ、これ真面目な話するけど、いいよ。和道も、金梅も、ニコ生から発信してきたやつらって、すげえね、強がりで負けず嫌いなんだよね。負けず嫌いだね。だから、俺の花火すっげえ化け投げしてる子をフォローしないの。しない、絶対。俺一人もフォローしてないもん。そこってなんかさ、プライド。意地とかプライドがなんかあるじゃん。要は人。すげえ汚い人間ばっかりだけど、なんかそこって唯一の意地じゃない。自分の面白さで、自分の枠で面白いことやって客をこう引っ張るなら勝ちだけど、相手に媚び売っだたからりと俺そか。こを裏切るやつが嫌いなのよ。俺大嫌い。そういう、人のね、縄張りに入るの嫌だ。だから、じゃあ和道が例えばさ、マンスリー1位になりました。その1位になったら爆投げしてる人が1人が現れましたと。この1人をさ、俺がね、和道の枠にいけないコメントしだして、その人をフォローしてたよ。
で、ワドのことを好きだよって言い出したとするじゃん、俺が。はいはいはい。ありえねえけど。うん、ありえないで、ね。ワドの話好きだよって、もういきなりワドを囲い出したとするじゃん。はワド純粋に、あいらワド、俺を囲ってんだと思う？あ。いや、思わないね。いや、普通になんか要は花火師に媚び売ってるって思うね。でしょ？思う思う思う。だから、俺はサブアカで来いっつったわけよ。なるほどなるほど。そしたらサブアカで来ねえんだよ。ああ、まあじゃあ、それは後ろめたさがあるんじゃないの？満喫音に。そう、だから、サブアカで涙まで流して、俺の恥が好きって言うんだったら、サブアカで来いやっつったんだよ。そうだよね。そりゃそうだ。したら来ないから、もうこいつはいいやってなったの、俺。ああ、なるほど俺ね。の小さな、俺が器が小さいかもしれないけど、いや、まあね、もう無理だと思う。トップに立つんだからしょうがないんじゃないの？それは。だって今、キングなんだから。でもね、はっきり言うけどね、そんなやつね、他にいねえ。いない。どういうこと？他にいないって。何の話？いや、ワドもそうだし、キンバもそうだし、あ、やっちょがそうだわ。やっちょフォローしてたけど、新やっちょ以外いないね。花火、爆投げしてフォローして帰るやつは。ドレさんだよ。ドレさんフォローするよ。DM 送るもなんかそこってさ、ん。俺が和道の枠にいて和道に爆投げがされてるのを俺が見たとしても絶対フォローなんてしないよ。あ、しないね、アイラは。分かってる分かってる。アイラは絶対情そういうことけしない。ねえよ。アイラはそういうことしないの分かってる。アイラは昔からそこはあるね。やらないね。だってそんなのやってて、しかもさ、いや、きれい事抜きにしてもさ、抜きだとして話してもさ、その話が和道に行くと思うじゃん。行くっていうか、俺はそれがバレたクソだせえっつうか、俺そういう配信者嫌いなんだよ。要は、媚び、ワードに行くだろうなと思うし、しないんだよ。いや、あのね、っていうよりも、そういうバレるとかバレないとかじゃなくて、精神性が嫌いで、芸を磨かないやつ嫌いなの、俺。芸人じゃないと思ってるから、配信者じゃないから。要は、ホストじゃん、それって。なんかね、そういうやつ多いんだよね。多いよね、ふわっちはね。だから、配信者じゃないよ。そう、俺もそう思う。要は、アイラはさ、ほら、芸を、あるじゃん、トークもあるし、要は、ね、顔もいいとかあるし、芸を磨いて、ここまで来たけど、なんつうんだろう、要は、金魚の糞みたいにさ、だから俺、荒野とかも嫌いなの、金梅さん、金梅さんって言ってくっつああ、いてっ嫌い嫌て。い嫌い嫌い、荒野嫌い。荒野さ、北海道来てさ、金梅さんに言われて、今日 LINE 送ってきて、金梅さんに言われたんですか？アイラさん、北海道に来たんで、会えませんかって、金梅さんに紹介されたんですかと LINE 送ってきたんだけど、もう完全に風呂敷かとしたけど、だからそういうの嫌いだね。なんつんだろうな。金魚の糞とそんか。な、そういうので会うもんじゃなくね？違うよね。アイラさん、ちょっとコラボ、ね、僕こういう配信やってるんだけどっだてよ。ね。リップ？リップリップ。何やってんだよ、それ。いや、だから唇が乾燥するから。リップだろ、リップだよ、バセリン。それ。リップ塗ったら悪いのかよ。いいけど。いや、なんかそういうので合わねえだろうと思うわ。なんでなんで。そんなんで合う？何あが。れ、金梅さんに言われたんで、みたいな感じで、合うわけねえだろ、バいカや、だが。から金梅の名前出したら、金梅の名前出さないと配信できないんでしょ。荒野は。完全シカト、フルシカトしたよ、こんな。金梅さんに言われて、北海道でアイラさんに会いたいんですが、とか知らんよ、バーガーって話。安くねえよ、バーガーっていうさ。何？アイラはさ、ほら、配信やめるとか実業に戻るとかたまに言ってるけど、今はどうなの？配信、ん？ないよ。いや、だから、私は辞めるとは言ってない。あ、やめるとは言ってないけど、実業の方も考えてるっていうのは今あんの？実業じゃない。いや、俺ずっと在籍はあるよ。いや、なんか言っ働ていたたいな。から。だからいつでも戻れるわけでしょ？なんでさ、なんで稼ぎまくってるわけじゃん。要は俺も、はるかっていうかさ、もう、数千万単位でしょ？年収。配信だけで。いや、ぶっちゃけ言う在籍を残してる理由っていうのは、そこの会社に顧問弁護士がいるのと、あのつながりがあるのと、あと金庫がある。
ああ、なるほど。お金をちゃんと預けられるってことか。絶対的な安心な金庫があなるほど、なるほど。だ、おそれしかない。あお。とは、やっぱりその、つながってきたっていう、何十年もの、家族以上の血の濃さがあるから。ああ、なるほど、なるほど。いや、信頼があるんだ。そう、ヤクザじゃないけど、なんかもう信頼だよ。なるほだっど。て孤独だから。でもさ、いや、その配信。親とかは知らないけど、俺は両親とその関わりないから、血の濃さだよね。がないけどね。いや、さ、数千万稼いでさ、いや、どんな世界が見えるのかっていうの、ほら、アイラしか経験してないじゃん。アイラかテルカじゃん。俺の知り合いで言ったら。何？なんか変テわルるチャの？ンピンが一番強いよ。テルチャンピン強いよ。だってあいああ、つさ、テル評価してんだ。あいつ、マジじゃないじゃそうそうそう。わかるわかる。ん。ね、あいつ何なの？え？いや、あいつ本当にさ、いや、なんかマジでマンスリー狙ってる感じ出してねえじゃん。いや、あいつはね、あれでリラックスしてる状態で、だから本人に聞いたらたまたまだって言ってたよ。俺原因わかんねえって言ってた。何なんだよ、あいつマジで。そう。あいつ一番ない、あいつ一番得し、あいつ一番勝ち組だよ。そうそうそう。だかだってら、俺はマンスリー1を取るっつって取ってるけど、そう、プレッみんシャーながあそるうじもんゃん。ね。そうそう上そう。位のやつらも。そう、プレッシャーあるじゃん。あいつないよ。だからダメになったら。あいつ何なん、あいつな、あいつ何なの？いや、だから、ほんと不あ思いつ、議なんだあいつよ。一番ないだろ、それ。やっぱ脅威っていうか、あいつはすごいの。アイラの中では。テルは。なんか謎。謎いだや、よあいね。つはもうなんか普通の配信してナチュラルに稼いでるなって感じする。そうそうそうそしかう。も多分リアルでももらってんじゃん。すげえリア凸してるわな。あ、言ってたよ。リア凸でもあるって言ってたよ。もらってる分。いや、俺にも言ったけど、相当あるあいよ。つある。数ひら百万。引きもあるし、フそう。ワッチも稼いでるじゃん。そうそうそう。だあいから、つ一番稼いでんだよ。いや、多分そうあいだつと思う。一番だよ。いや、多分そうだとナ思ンう。バーワンに稼いでんのは、フワッチではテルチャンピンだそうだよ。金額で言ったらそうだと思よ。なんう。であいつがなんだよ。あいつさ、風俗の運転手だと思うと。そうだよ。沖縄でね。俺、風俗の店長だと運転手したことないんだよ、俺。なんであんな下っ端稼いでんだよって話なんだよ。でもさ、拳を交えてあいつはどうだった？あいつね、ガッツあったっつうか、いや、それが面白かったよ。要はね、なんかリングの上でさ、2人で3ラウンド目にやって笑って、あれは、なんだろう、男の世界っていうかさ、お互いリスペクトみたいなのがあったよ。負けちゃったけど。要いや、では、もあいつさ、フットワーク軽いでしょ。あのさ、すっあいごい、つ瞬発力低いでしょ。そう、すっごい速くて、すばしっこくて、動物的な。そう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 。初めの一歩で言ったら猫田って感じ。だからあいつって見えないところで努力するタイプじゃない。かなぁ、どうなのかなぁ。それはわかんないけど、天才的だったよ。速くて。なんか動物的だよな、そう多分。そうそう。野生的な感がすごかった。で、速いの、とにかく。強かったよ。まあ俺は勝ってるけどな。アイラ、いやいや、キック窓ボクがシ硬いからな。ング。まあ、俺はほら、運動神経ないオタクだからさ。いや、運動神経ほんとないと思う、俺。いや、これディスじゃなくて。ないないない。だからむしろ3ラウンドこれ、よワく。ードの訓練方法は俺ね、誰が習ってるか知らねえけど、間違ってると思う。あのね、そこら辺のやつと、喧嘩しまくんないと、まずダメだと思う。なるほど。アイラキックボクシングやってんだもんね、昔から。キックやったけど、その前に、やっぱり、その、テルチャンピンと同じだけど、天性の何かっていうのがあるじゃん。ああ、あるね、あるね。勘があるじゃない、動物あ的るあるな。ある。強いやなんつ。か、ワードはないすよ。ごい、フェアプレーだけど、ない。才能がない。重いんだよな。足がすごく重い気がする、なんかすべてが。硬くて。わかるわかるわかだる。から、訓練してるけど、一方的で訓練だし、どれが、どんな指導したか知らないけど、どれ、強いのになんでこんな指導するんだろうと思ったけど、いや、これじゃ勝てねえなと思ったな。いや、指導の問題じゃないでしょ。センスの問題だよ、選手の。要は俺個人の問題でしょ。才能がなかったんだよ。いや、違いよ、指導だよ。どれが悪い？足、だって足が硬いとかいうのは、いろんなやつとスパーリングしたら、
スパーリングとかしたら。いやいや、もうそろそろ、何が変わるの？もうちょっと長くない？もうそろそろ切った方がよくない？何なんだよ！いやいや、飽きちゃだう。るさる話、電話かけてきたじゃねえかよ。いや、でもそれ2日前じゃん。何？2日前じゃん。何なんだで、よ。閲覧落ちちゃうじゃん。それでさ、いやめねえか、いや、きなり。じゃあ、お前、そ、そうじゃあ、いうところあるよじな。ゃあ、600も閲覧あったのに申し訳ねえいじや、ゃん、違俺のせいで。う。ねえよ、今、600、いや、だ200しから、かねえよ。俺と凸して400減っちゃったんだよ。もったいないじゃん。いいんだよ、閲覧なんてよ。いやいや、大事でしょ、閲覧は。どうでもいいよ、閲覧なんて。ゴミみたいなもんだ、こんなもん。こんなもん、上がり下がりするもんなんだよ。やじ馬なんだよ。いや、でも、ほそんら。中で何人リストついてるかどうでもいいよ、こんなの。喋りたくないいや、よ。喋りたいよ。アイラとゆっくないりなら切るよ、じゃあ。喋りたいけど、ほら、す配げえ信。なえるよ、いきなり断ち切られいたや、ら。ごめん、ごめん、ごめん、なそんんかなこと言っ店た。で仲良く店主と喋ったら、いや、去っいた、や、下ろもうしたらなって悪かったって、悪かった。じゃあ、喋ろ。めごんめどんくね。せえ感じで言うなよ。いや、めんどくせえなんて言ってあのない。ね、めんどくせえんだよ。じゃあ、何？いや、配信めんどくさいだろ？いや、俺好きだよ、林。俺は自己中だから、会話するの嫌いなんだよ。で、和道喋りやすいのは多分和道が受け身なんだよ。俺は結構。俺はオフェンスだから話しやすくて気持ちいいんだよ。和お道は吸収型だからめんどくせえんだよ。俺はディフェンス型だね。そう、だからすげえめんどくさくて疲れてんだと思うけど、俺いすげえ疲れてない気やいや、持ちいい。めんどくさいとかないのよ。じゃあ、ほら、配信で盛り上がってるところ邪魔したら申し訳ないから。そんなこと心にも思ってないだろ。いや、思ってるから言ってんだよ。だって和道と言ったら変わんないよ、今。いや、だから申しどっ訳ちないがじゃん。騙してもないじゃん。さっき600あったんだから、ねえ、600円ごどめうでもいいよ、そんなもん。どうでもいい、そんなもん。閲覧なんて。なんか、何勝よ手に上がる、勝手に上がる。やることやれば上がるだろまあ、う。分そうだけど。かってんじゃん、それは。何、辛み酒？酒飲んでんの？違う。閲覧なんて、上げようと思えば上がるじゃん？まあ、上が違うの？る上がんないの？よ。いや、上がるけど。そうじゃないの？いや、あるよ。上がるよ。あるでしょ？あるよな。そんなものを一時相手にする必要ねえよ。分かったよ。アイラって今いくつなの？その分かったよっていうのやめて。いやいやいいや。や、ちょっと。じゃ酒飲むんだ瞬間やめて。何のえ、話ちょっしてんと、の？やめて、それは。え？何？いやいや、ほら、いくつになったのかなと思って。何よ？いやいや、ほら、もうあれ？誰 20、だらすんもな、お前。う、もう26？うるせえよ。26うるせえよ。あれ？いつ、20、だらだらすんな、お前もう27か。はよ。なんだよ、お前。いや、じゃあいいけど。いや、もうなんだよ、その後ろのなんか。後ろの何？何後ろっ布。て。これ鳥の光よけ。鳥がいいの、鳥いかご。や、もう早くしたらいい話だろ。じゃあ、あのさ、布かぶせるんだよ、鳥飼うやつは。いや、だって と、じゃあ、まあ、行くんだってね、てか。え？布かぶせりゃいい話だ。いや、だから布かぶせてんじゃああ、ん。ごめん。ああ。で、いくつになったの？29。あ、もう29。開けならダメだよ。29。あ、もうで、窓29。いくつだろ？俺32。俺38だけど。で、後輩だな。38？ 俺、初対面の時、年下だって言われてた。3個下とか4個下じゃなかったっけ？いい、それ。いいの？今日は。長今日はいいの？もう、6個上で。い。俺38。大丈俺マ夫？ジ。マンスリーランキングとか影響しない？今の。カミングアウトしちゃっていいの？ずっと38って言ってたがいい。もういいの？
もういいんだ。これ多分ビッグニュースだよ。いいの？38バラしたって。ニュースってずっと言ってるよ。本当はいくな、つおなの？前俺ら年下なんだから頑張れや。うん、頑張るよ。フレッシュなんだから。うフレッシュだろ？ん。うん。若手だろ、お若手ですね、はい。前。若手かねえわ。頑張ります、先輩。若手かねえな。いや、もうだって5年やってんだから、それは若手感なんて出ねえでしょ。っていうか、いや、でも若なんで顔出ししない？なんで最近顔出ししないの？手かねえわ。いや、もうだるいからだよ。年だからだよ。全然若、いや、全然顔出せるよ。うん、出してよ。いや、だから、うえ、出すよ。ん。いや、出してよ。たまには。みんな待ってるよ。出すよ。出したらさ、神回なんだから。だってさ、若手か。昔はちょっと出してたじゃん。ニコ生の頃。メイン、出すのがメイン。トットじゃねえ、めっうん。ちゃ出してめっる。ちゃ出してたじゃん。なんでこんなふわっちは隠すの？いや、隠してねえんだよ。何？メイクとかが時間。全く隠してないの。メイク？ただ髪の毛が長いっていうのは。え、切ってないの？今どれくらいの長さなの？アイラ。どれくらい長いの？ちょっと見たいじゃん。え、どれくらい長いの？面白くないよ、その話。いや、面白いよ。長くてプリンだからちょっと出さないってわけ。あ、プリンなんだ。太ったとかじゃないの？太ったとか、なんか、鮫島あげてくれ。鮫島さんあげないよ。いや、ちょい、和道のさ、さすが、そのさ、いいから、その普通の感じの和道は。何？普通の感じの和道はいいから。何よ、もう何、もう何なの今だからもう、いや、だから、なんなの、普通の感じで終わるのじゃ、今日。日。何がしたいおの？前、毎日何があるか分かんねえよ、この生放送じゃないのか。いや、そうだけど。いや、毎日何があるか分かんないのか、生放送だからやってんだろ。そうだね。じゃあ、お前、コラボマッチにしろよ。今から？え？誰が上がってくる？いや、俺がじゃあ上がってこないから、和道にして。これ上がってこない。俺が何コラボとつまつすればいいの？はい。うん、じゃあ今からセッティングするわ。よじゃあろしく。一回切るね。はーい。ハルベル何今日のアイラ。和道さんに LINE、コラボにするからコラボ上がってきなよ。コラボにします。じゃあ一旦切ります。